あいや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 、はいどうも、永遠の思春期石川ガイドでーす。あいや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 、通語ってね、バイオハザードビレッジやっていくんだけれども、何時までできっかなって感じ。はい、やっていきましょうね。あ、メンバーようこそ、よろしくお願いします。じゃあ早速ゲーム画面開けていこう。どうぞ。はいどうも、石川海人でございます。ということで早速やっていくよ。ゲーム画面出てるかな。あ、出てるね。はいはいはい、やっていきましょうね。じゃあコンティニューでやっていきましょう。録画忘れちゃうとね、後々面倒ですから。はいはい、一応録画押しておきましょうと。うわお、めちゃめちゃ CPU がくるんくるん回ってやがる。大丈夫かなこれ。おーおーおーおお、 CPU 使用率 90%。 ちょ待って、めちゃめちゃ待って、パソコンのスペックが追いついてない？大丈夫？めちゃめちゃ使ってる。ちょっと待ってね。やばい。めちゃめちゃパソコンに負荷がかかってる。どうしてなんだいと。大丈夫かいと。パソコンくん頑張ってくれ。まあ行こう。まず、いいから、とりあえずちょっと弾を買っておかない。あ、ショットガンの弾もう買い切ってたんだった。よし、何をするところから始めたっけ。ローズの体を集めるから。はい、これ両腕のフラスクで、この後あれ行くんだよね。あ、ゲームがない。あ、ごめんなさい。はい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 、これで OK。 すいませんでした。これで一回また村の方に行って、あれやね、なんだっけ、なんだ、ダンディズムのとこに行くんだ。ダンディズムのとこに、あ、ダンディズムをぶっ倒しに行こうぜ。ちょっと待って、さっきまでさ、エイペックスやってたからさ、非常にスライディングしたくなっちゃうねこれね。やばいやばいやばい。よっしゃ、行こう。ゴー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 。ちょっと待ってね、いろいろアサリが終わってるか終わってないかのところですから今。これキーピックで開けたとこ。あれ、ここまだ赤いんだけど、なんでだろう。おー、来かいよ、おとぎ話の悪魔の狼どもよ。我らを喰らいに来るがいい。血肉を喰らいに来るがいい。うん、何をおっしゃってるんでしょうか。はい、ライカン。ライカンってゾンビのことかな。うん、多分そうだと思う。お、ロースイズロー。うわー、びっくりした。え、元気がよくてよろしい。びっくりした、敵かと思った。待て、おらおら、えいおらおらおら、待て、足が速くてよろしい。おら、この野郎、おら、リアルだね。うわ、取れないの？あ、獣の生肉ゲッチュ、ゲッチュしました。ローズちゃん待たせるな。やべ、待たせちゃってるわ。さあ、ショーはここからだ。 It's a show time! The show must go on! Show must go on! Yeah! 獣の生肉もらってこ。 Yeah! OK! 行くぜ! Show must go on! Yeah!おう、海外ニキー、どうも、イェー、ハロー、マイネームイズカイト石川、ヘイ、ナイスとミートゥー、イェー、イェー、グッドイブニング。日が長くなってきたね。お、グッドロック、絶対騙してきてるじゃん、こんなやば、怖ですわ。うるさい。え、これ、え、今なんかゾンビの声したけど、え、上かな。え、あ、なんか上から来そう、怖い。行こう早く。マップ、これ上に登っていこう。何かがあるわけではない。わお、大きな声でよろしい。わお、来た。わお、上がってくんの、上がってくんの、上がってくんのね。おい、うえ、うえ、う
うえ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 もらっていこう。よしよしよし、いい感じだよ。あ、これこれ攻撃したらこれ煙がモワーなるやつじゃないの。うわ、すごいスライディングだ。うわうぅー、怖っ。まだいるよね、まだどっかいるよね。声するもんね。上から来るのかい。ほら、ヘッショヘッショヘッショ、イエー。炎ばっか持って、うぅー、いいね。うわーうわうわうわ、多すぎんか。多すぎ多すぎ、ちょ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 、多すぎ多すぎ、ちょこれやばいね。逃げろ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 、やばい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 、え、やばくね、多くね、ちょ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 、多すぎる多すぎる。あ、ちょっと待った、装備があれになってるわ、あのモロー用のあれになってるから、これをショートカットにしてこっち、オッケー。え、やばあいつ、遠距離攻撃していきやがる。やばいやばいやばい、いやいやいや、ボセック棒使ってきますわこれ完全に。あとは、え、上の方で撃ってる、上の方で撃ってるよねこれね、パスパスしてる。受ける。そうにしよう、さよなら。上の方でパスパス打ってたよ。まだいるよね。モノモノモノ。あ、これ欲しいこれ欲しい。よし、オッケー。いやー、逃げおせた逃げおせた。オッケー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 。上がってこ上がってこ上がってこ。あ、これで爆破できたんだ。なんだよ。もったいないことをしてしまったね。弾をね、完全に。上からこれ、おお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 、愉快愉快愉快、わわわわ、愉快なことになってる。邪魔邪魔、え、まだ生きてる。あ、持ち帰んのそれ。え、まだ生きてる、やば、いていていて、いやいや、まあ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 、ちょ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 、痛い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 、グロいよー、グロチーグロチグロチ、やば、痛い。あ、まだ上がってくんのか。オッケー、これ死んだっしょ、さすがに。あれ、やり終わった。あ、まだいる。めちゃめちゃいいんじゃん。なんかさ、こうたまに現れてくるこの、たまにこのラッシュやばいね、雷管ラッシュ。オッケーオッケー、雷管ラッシュオッケー。あ、弾やばい、ハンドガンの弾がすげえ枯渇してきてる。これは参ったね。炸裂弾、この扉どう開ける、どう開ける、誘導されて来てみたはいいものの、どう開ける扉。これか、これだな、きっと上登ろう。よしよし、でももうライカン全部やったから、そういう意味でちょっと安心なんだよね。うん、これやろ、これでまずまずこう、あーあー、現れた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 、え、おお、やば、ちょっと多すぎんか、それは。うわー、来た。わお、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 大変なことになっとる。うわー、やばい、あー、やばい、やばい、やばい、マジかよ。ジャンプ力すごくね、やばい。やばやば、多すぎるって、やばいねこれ、もう弾なくなっちゃうよ。まだいる、まだいるね、音的には。
これ無限脇もしかして。ちょっと待ってよ、これ無限脇か。さては降りて、上がれ、いいぞ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 、上がれ、無限脇はやばい。うわあ、びっくりした。うわあ、ちょやばい、ちょっと待ってください。お願いしますから、ちょっと、やばい、たまねえ、ふう、やばい、これ死んだかも。やば、たまねえ、やばい、これやば、ちょっと待って、玉がね、これを作ります。これも作ります。ちょ、リロード、やば、一発でいかね。 OK、 うぅ、ガバエイムだよね、珍しく。ガバエイム、もうゾンビが張り切りのスケ、怖すぎ。これはちょっと後で弾欲しいよね。めちゃめちゃモテモテだったわ。うわ、ちょっと待って、弾足んねえって。こんなハーブだ、ハーブ作っとこ。ちょっと待って、弾マジ足んねえ。あれ、開いてる。いやー、ガバエイムかましたわ。おし、オッケー、デューク、どこ？デュークがいないと弾がね。おーおーおー、あ、なんかいろいろありそう。いいね、ナイス。金かい、パイプ爆弾、スクラップで、何？なんかゲットした。なんだろう、何かをゲットしたけど分かんなかった。何かをゲットした。はい、何かゲッチュ。セーブしとこう。オッケー。やべえ、弾ねえ。ずっと弾ねえしか言ってねえけど。デューク、どっかにおるやろ。いやー、めちゃめちゃ声すんじゃん。巣だよね、完全に。これギミックをうまく使わないと、なんかもうそろそろ勝てないような気もしてきた。うわーい、わい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 、うわー、やばすぎ。ちょっと待って、いや、これやばいって。ちょっと待って、いや、これはちょっと待ってくれよと。いやー、やばい、すごい、なんかもう楽しそうだもん。ライカンたちがもう大はしゃぎ、祭りだっつって、やばいもん。お祭り気分で来ちまってるから、完全に。うわ、ちっけ。うわ、スナイパー腰打ちよ、やばい。やばい、ワクワクすんぜ。これ登ってくんぜ。ウェイ、イエーイ、ウェイ。スナイパーいっぱいあってよかったよ、イエーイ。やばー。オッケー。うわー、ちっけ。うわー、びっくりした。横から上から下から前から、右から左から、上から下から前から。うわー、声まだする？でも音楽の止まってないもんね。これなんか作れるかな？いいね、いいね、
弾が作れる。おーおー、いるいるいる。走ってきた走ってきた走ってきた。全力疾走。うわっ、ちょちょちょ、なに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 、ちょ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 、やばい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 。ちょっと待って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 、走って走って走って、やばい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 、これやばいこれやばい。うぅ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 、やばすぎ。ちょっと待って、炸裂弾装備する。はい、これリロードしたい、リロードしたいところ。降りろ降りろ降りろ。あー、ドキナン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 、いっ、うわー落ちた、やべえ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 やばい。あ、登って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 登れない。うわーうわーうふぅ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 、いやー、よし、な、なんか痛い、ドキナ、ふぅ、やばい、ドキナ、ふぅ、いやー、なー、ちょ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 、これやばいぞ、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれ、あー、痛い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 の痛いの、飛んで行け、はい、これ一匹一匹に時間で、ちょマジで無敵時間は、ちょっと回復したてなんだこっちは。ちょどけ、ちょっと待って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 、正解が分かんない、正解が。でこれ装備してリロードリロード、ちょ上上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 、これどうしようどうしようどうしよう、あの扉だ、あの扉に行くんだ、逃げおせろ、やばいよやばいよ、おら、ふぅ、バカどもが、うわ入ってくんの、ちょごめんなさい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 、ちょっと待って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 、物物、よいしょ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 、うん、ああとにかく逃げろ、よしよしよし、オッケー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 、いいよ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 、そう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 、そうやって、うわおうわお、もう動物やんね、すんごっ、こんなチューブラリンのものを食べる習性があるんだね。ってことは村の中にあったやつ全部餌だったってことよね。いやマジか、これは大層大変なことになっておりますけれども、明けに王の伝令が来て我が軍の撤退を告げた。国境の兵が妖怪、はい、砦を異教徒ともに明け渡すのは口惜しい限りだ。あと少しの時間をいただければ戦のもう変わったものを、いやそれは建前だ、これは好奇心からこの地を離れたくないのだ。なるほどね、そういうこともあるだろうと。ちょっと何を言ってるのか漢字が読めなさすぎて分かんなかったですけれども、ちょっとショットガンの弾足んねえ、スナイパーライフル装備しとくか、じゃあねえ、ショートカット、違う、ショートカット、ほい、オッケー、弾いっぱいあるしね、弾があるか、あ、ここもなんか敵来そうな気するよ、やだよ、ほらなんかもう音がしたじゃん、何を手に入れた、あ、かなりまずいよ、ほら言ってるやん、ああこれはかなりまずいですね、逃げたいけどこれ戦わなきゃいけないのかな、これね、これ戦うやつだね確実に、ああ、ちょ、
わーお、うわーうわーうわうわ、どうも、やばいやばい、うわー、ちっけ、あっ、ちょっと、狭いって、痛い、どけどけ、うわーい、うー、ちっけ、あ、弾ねえや、もうハンドガンの弾でやるしかねえ、どっち、うわー持っちゃうんだねそれ、うわー煙で見えねえ、スモークだスモーク、あ上乗った、なになになに、どうするのそれ、上乗って俺が王様や言うて、うわーバン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 、うわー仲間が、お仲間さんがたくさんいらっしゃった、これはまずい、うわー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 、ちょ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 、これ相手倒せんのかな、おお死んでる、うわーうわーうわー、やっべー、うううううう、あーその柱持ってっちゃうの、ダメダメダメ、それ命の柱、それそれ命、それ命、俺の命ぐらい大事な柱だから、うわ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 、ちょっと待ってちょっと待って、うわーもうすごい子供の喧嘩みたいになってる、うわわわわわわーって腕ぐる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 、ねえなんで仲間引いちゃうのよ、それはダメじゃない、うわーうわーうわーわわわわうわー、出し惜しみなしやこっちは、やばい、ここはやばい、痛い痛い、ちょっとちょっと回復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 、使い切っとる、やばい、ふい、これをこうしますと、落ち着いて、大丈夫だ、落ち着け、俺は勝てる、いけるぞ、いける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 、勝とう勝とう勝とう、うわー大暴れ、もう子供の喧嘩です、腕ぐる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 って、うわーやばすぎ、それうっそ、ダメージでっか、ちょっと待って、弾がねえ、弾が、ショットガンやろやっぱ、逃げろ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 、ちょっと待って、あー薬回復薬も作れねえ、あこれそうでしょ、おらよ、あー届かねえ、何をやってんだ、おらよ届かねえのかい、うわー行って自爆したー、さようなら、うわああ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 、なんでよ、デュークのお店装備を整えてリスタート、バカ野郎、直前のデータからリスタートに決まってんだろ、勝てないんかい、いや悔しいな今の、ちょっと待て、先に作っておくか、じゃあねえ回復薬、いやこれは今回のは今のはちょっとね、ちょっと今不意打ちだったからっていうところは強いかな、装備整えようよ、うるさいいいんだよ、整えずにやるんだ俺は、物をゲッチュして、で冷静になろう、冷静に、ここに回復薬もあるで、まだ大丈夫、オッケー、これで、あそうだ、これでこっちをショートカットに入れておく、はいオッケー、ほい、確実に当てていこう、確実に当てていこう、うわ早い、これ早くない、パイプ爆弾を装備しておく、うぇー、ほらよ、いって、え、なんで、なんで投げたよね、いって、いって、ちょっと待って、ちょっと待って、いって、パイプ爆弾、お前、お前の飛距離どうなっとんねん、ほらほら、これ当たってる、あ、いいね、
ほら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 、うわー、うぅー、うぅー、イエーイ。あー、いって、透過してんじゃん、それは。ちょっと待って待って、大丈夫だ、いける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 、逃げろ逃げろ、一旦、上行った、リロードリロード。で、これでパイプ爆弾を持つ。うわー、びっくりした。で、こうするとウェイ、死んだね。ちょっと待ってね、これやばい、行って、遮蔽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 、大丈夫大丈夫大丈夫、うおー、うー、ミスター、武器が、いやー、持つのね、それね、持つのね、持つ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 、俺の持つもぶちまける、ふう、あー、弾作れねー、威力は高いはず。これ倒せんのね、あー、もう大暴れ、大暴れです。あー、パイプ爆弾まだある、よし、これどうしよう、これどうしよう、うわー、やばい、うわー、よし、喧嘩両成敗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 、装備しておく、もう弾なくなる、うおー、あぶー、何当たったのそれ、このやちょ、これどう倒せんの、あ、倒した、やった、やっぱりね、2回やれば勝てるんですよね、そういうこと、ざまみろもう何にもなくなっちまったよ、俺手持ちがよ、何にもなくなっちまったよ、ハンドガン強えやっぱハンドガンしか勝たんわ、ハンドガンだよみんな、あ、結晶の塊、何、どこどこ、イエーイ、デューク、なんかこの先監禁できそう、ちょっと待って、脇汗やばいんだけど、脇汗がさ、この二の腕を伝って垂れてきとるやばすぎ、あ、この先デュークありそう、ハーブ、ハーブ大好き、もうハーブ大好き、ハーブ大好き、お、あった、お、記憶が、うわ、記憶が、うわ、なんだ、なかなかやってくれるじゃん、見応えあるぜ、見てんのか、いつまで隠れてる、お前たちを引きずり出してやるどこにやがる、そうガッツくなって、あともう少しで全て型がつく、はあ、手を貸してやるよ、だがその代わり、なんだ、言えよ早く、まず俺のところに来い、瓶は祭壇に収めろよ、そうすれば場所はすぐにわかる、何、なんかはめられてる気がするんですけど、ねえ、クソ野郎、クソ野郎だぜ、本当に、開いた、すべてのフラスクを祭壇に収める、いやさ、それはそうなんだけどさ、まあ体力まだ大丈夫でしょ、弾がさ、弾がねえんだ、弾が、わーい、なんだ、秘宝グリエルモの金盤売ってやるぜ、全部デュークに売ってやるからな、お前が言ってたもの全部デュークに売ってやる、お邪魔しやすいよ、とこれ襲ってこないよね、行こうか、さあ、ここがバイオの世界のベネツィアかな、すごい綺麗な水路でしょう、これねえ、あれ、ちょっと待って、出口がないよ、これがベネツィアよ、さあ、あれ、ちょっと、どこどこどこ、さあ、観光にはちょうどいい感じになってるんじゃないでしょうか、
はい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 。ああ、いいですね。見てください。この水路、素晴らしいでしょう。これが中世の建築になりますのでね、皆さんよくご覧になってください。さあ、ここで戦乱ツアーはおしまい。はい、どうも、もっと。安全にここまで来れましたね。さあ、スナイパーライフルを構えたまんま行きますけれども、これどっちかな？これ上がったら多分なんかもう行けちゃいそうな気もするから、ちょっとこっち行ってみようか。こっち。こっちでなんか物をさ、物があったら、あれ来たことある。あ、これあれだ、最初のあれだ。お、ハーブだー、ハーブ大好き。薬液だ、大好き。幻の魚の写真。え、魚がいるんや。ぶっ倒そうぜ。あれ、なんか来たことある気がしてたけど来たことないのか。はい、カドゥ移植実験記録。ん、見たことある気がするけど。うん、みんな死んでる。来たことある気がしてたけど来たことないんか。そうかそうか、これも全部漁ったね。はい、帰ろう。おっと、うわー、いって、ちょどうなってる、どうなってる。おーおーおーおおお、来るべきじゃなかったか。この距離をスナイパーでやるのはちょっとおかしいかな。はい、これで OK？ ああ、驚いた。そうか、あそこ漁ると出てくるシステムね。了解した。危ねえ、怖すぎ。くね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 、カチョリンコ。おっ、あはははあーあー、なんだ、お肉たちがはしゃいどるわ。ほら、全然、くそ、ゾンビより全然強い。おれ、見たか、これ。オッケー、ここはまだあかんのね。はいはい、ほら、死んでもらおう。ほら、この、あー、くそ、あー、あー、よし、なんかこれでやりきった感あるわ。すごい、鳥とか動物狩るのが一番難しいわこれ。おほらよ、これでなんか作れるもんねえか。リロード、456、OK。これは鉄格子の鍵かな。オッケー、いい感じじゃない。イエーイ、帰ってきた村に。あ、井戸だ、井戸。なんか叫び声が聞こえた気がするけど、来んのかな。なんか怖っ。二つ穴の首飾り、なんだろうこれ。二つ穴の首飾り、ん？換金アイテム、組み合わせ可能。ああ、そうか、組み合わせるやつはまだ売っちゃダメだしな。なんかないかな、なんかあるっぽいぞ。お？これは違う、これはクリスたちの後。おい、これなんかまだあるよね、きっと。ん？どっかになんか、ん？タイプライターあって、ん？まあいっか。とりあえずはめに行こう。ショーはここからだ。くそ、人の子供でも遊びやがって。許せねえぜマジで。許しちゃいけねえよ、あいつのことはよ。へい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 、デューク、デューク、へいへい、デューク、どうも。生きて再会できるとはこの上なき光栄です。こちらこそ。これよし、全部揃ったよ。オッケー、いい感じ。聖杯を手に入れた。うわー、これは願い事叶っちゃうね、完全に。聖杯、
それかレベル上限を上げられちゃうね、ハイゼンベルクの元へ。興味はないようですな。今回は何をお求めで？ね、弾が欲しい。いやショットガンの弾マジで売ってくんねえかな。またとりあえず売ろう。これこれは組み合わせ可能。これも組み合わせ可能。お、これも高額金アイちゃん。おお、ナイス。こんなもんか。よし、オッケー。手放すのですか？あ、いえいえ、もちろんありがたいことですが。あとは威力を上げたいのはこれ。あ、これはもう全部上がってんのか。ショットガンはこっちの方が威力高えんだよな。装填速度、連射速度がめっちゃ遅いと。まあ今までのやつを使っていこう。この程度のカスタムでしたらすぐにできますとも。これちょっとスナイパーライフル今後使っていかないといけない。弾数的にやばい。すぐに仕上げましょう。ありがてえ。すぐに仕上げてくれ。はい、ご飯食べてくる人いってらっしゃい。こう見えても手先は器用な方でしてね。いや、素晴らしいよ、その器用さは。オーケー。これはお、いろいろ。そうか、ちょっと待って、今銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格でね。こういうことか。チークパッド、手ぶれはまあなんとかなる。倍率スコープいらねえな。あ、もう買えねえじゃん、金がなくてさ。はい。ナイスー。オッケー。良き日を。良き日を。行こうか。うん、シャープ2のアーカイブって上がりますか？もう上がってますよ。もう多分こっちだよな。あれ、こっちじゃなかったっけ。もう上がっておりますけど。ここをクランクでやると。そういうこと。ハイゼンベルク。ハイゼンベルク、ぶっ倒せ。はーい、オッケー。どんどん進んでいく。スナイパーライフル、めちゃめちゃスナイラーパイフル。スナイパーライフルの弾手に入れるけどさ、こんなにいらないよな。ショットガンとして使っちゃってるもんね、今。多分こっちで合ってると思うんだけど。よしよしよし、こっちの方で合ってんのかな。よーし。わ、川登りですよ。鮭もびっくり、鮭もびっくりの川登り。降りよう降りよう。よし、スナイパーライ…お、城だ。ここも下ろしておこうね。え、勝ちたいね。ゾンビは来るだろうね。なんか人の動向で遊んでる感じあったもんね、ハイゼンベルクさんは。これで羽橋を下ろしといて、こっちの方に何かあればラッキーって感じかな。ショットガンの弾がめちゃくちゃ欲しい、一生言ってるけど。あれ、ここ来たことある。私ここ来たことあるわよ。でもまだなんか漁り切れてないって出てるわよ。今いらない、別に今いらない。あ、井戸のハンドル。監禁アイテムがある場所なんだ。おい、なんか出てきた。え、はしご出てきた。行こう。はしご出てきた、はしご。よーしよし、いい感じじゃん。井戸いっぱいだね、本当にこの村はね。うん。机の上に何かあった？それもう見ました、ずっと前に。多分シャープ1の最後の方で見てるはず。おお。おお。おお。怖っ。向こう側から施錠されてんの？そうか。どうやって行けば、あ、こういうことか。
パイプ爆弾だ。おお、おおおおおお。ああ、はい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 。何かをやるという。あ、折れたのね。はいはいはい。あへー、あへー。はい、上がってきた。上がる。なるほど。これでいけないかい？いけない。あ、これ登れない？登れないか。あそこだ。あそこを上げた。あ、真ん中は無理じゃん。ここ手前も無理じゃん。え、どういうこと？どうすればいける？怖い、後ろ。全部上げては見たけど意味がない。どうすればいいんだろう。飛べ？飛べ。全部下ろしたろ。全部下ろしたろ。全部下ろすとこうなる。ダメだよ、脳が筋肉でできてんだから。これ上げておく、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 上げておく。ふん。お、押せるやん、押せるやん。なんだこれ。サワディーカー、タイからです。タイの人、こんにちは。あ、あー、あー、こういうこと。うえー。で、こう。ナイス。炸裂弾ゲッチュ。宝だ。ビジョンブラッド。何これ。高額換金アイテムかな。組み合わせ可能？お！来た。まだ組み合わせられる。あ、マグナム弾。閃光弾。はい。オッケー。入りまーす。これで？あ、まだある。漁れるものが。あ、これか。まだある。まだある。どこ？どこ？あ。もう全部上がっちまったか。もうダメだこりゃ。くっそ、本当に探索が甘い。マグナム持ってないよ。だから別にいらないんだよね。もう取れないよ。くそー、いつも俺は取れん。しゃーない。行こう、続きだ、続き。次行こう。よし、さてと、ハイゼンベルク城に行きましょう。スナイパーライフルでぶっ倒す。戻れないんだってさーん。しょうがないねん。行こう、ゴー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 。こんにちは、どうも。おお、これ見たことあるやつだわ、この仕掛け。どうせあれやろ、こっち。ほら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 、よし、せい。こうやって開いていくと、お金だ、お金だ、お金だ。わあわあ、邪魔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 。いや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 、範囲に沿って動くなや。範囲に沿って動きやがって。オッケー、弾弾弾、いいね、ショットガンの弾だ、嬉しい。え、うわ、出てきた。スナイパーライフルいいね。なんかください、もの。もう取ったかな。オッケー。え、これもしかして無限脇、無限脇だって。え、これどうすんのこれ。え、
ナイパーライフルの弾。開かないよね。え、これどういうこと？え、ちょ、無限脇じゃん。あれ倒しても意味ねえな。あそこ開けるにはどうしたらいいんだ。ドアがいてもこれ届かないもんね。どういうこと？どうしよう。怖い怖い。これ倒しても意味ないから、なんか、なんか燃えてる。待って。燃えてる。どうした。おい、剣いいのね。あそこに剣あるけど。それはお前の剣、大丈夫？ちょ、燃えてる。お前、あ、燃えるんだね、お前。すごいわ。うわ、ついた。どういうこと？ちょ、びっくり。どういうこと？おう。開いたけど、釈然としねえ。やったー、黄金の貴婦人の像をゲットしたけど、な、よう燃えとる、本当に。よう燃えとる。マグナムの弾。ここ何だったん？よう燃えとる。ここは別に、じゃあ、この先あるわけじゃなくて、宝があるってだけか。なんだ？びっくりしたちょっと何が起こってるか全然分かってなかったよ。ここが先じゃないの？あ、ここお宝のだけの場所なんだ。へえ。ゲットできてよかったわ、じゃあ。ねえ。びっくりしたー。開かないけど。開かないけど。ここお宝があるだけね。帰るか、じゃあ一回。ハイゼンベルクのところはどこだった？帰ろう。あ、違う、回りすぎ。オッケー。いや、かわいそうだったな、なんか。知らんうちに燃えて、知らんうちに俺がなんか、うんぬんかんぬんしちゃったもんな。あー、フィリピンから愛してる人ありがとう。 I love フィリピン、イエー。フィリピン、ラブ、イエー。 Thank you。 イエー。 OK。 あれ、こっちかな？川下りかな？川下りしてみようか。川下ってみよう。ちょっとさっき川上がってみたけど、川下ってみようか。じゃあね、結構道あるもん。Oh my god, yeah! Thank you! あ、こっちにも船着き場あるやん。OK! 日本から愛しています。はい。はい、はい、はい。日本、あ、はい。Thank you! あれ？ここは何？合ってる？ちょっと待って。これ合ってるかな？よいしょ。おお。ちょっと待って。まだ探索できてないところがあるんです。あ、いいや。なんもなかった。あ、いいさん、そっち行かなくていいさん。そっち行かなくていいさん。いいさん、いいさん。おっと、なんか大変愉快な感じになっておりますけれども。アンティークコイン、やった。何？コアグリップ、何につくんだこれ。パーツ装着、こういうことか。おお、ナイス。別に使わんけど、こうしておこう。で、お、 DNA シークエン、DNA シークエンシング完了。ダルウェイの得意菌と 99.95% 一致した。差分は人為的な加工のためと思われる。おそらくはこちらが原種。コネクションがどうやって菌を見つけたのか入手経路の調査が必要。菌コロニーは村の地下全域に広がっている模様。ベイカー邸の事例では特異菌が感染者の意識ネットワークを形成していた。ネットワークがここまで肥大化した場合、それ自体を一種のデータストレージとみなすこともできるのだろうか。だとすればミランダの求めるデータとは。難しい話はよくわからん。
おう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 お急に湧くからびっくりするよね、こんなんね。驚いた。マジで。マジで驚き、桃の木、山椒の木。わお。魚だー！魚だー！なんか木の、レア魚。貴様、おっしゃ！幻の魚の肉。うわ、幻意外と近くにおった。幻。幻ー！ほら魚狩りはうまくなったな。オッケー。これで、あれ、この先はなんかあるの？ここも、あの、物があるだけ？ここも物があるだけか。そういうことやんな。もう用ないもんな。なんでー、なんでい、なんでい。帰ろう。どこに行けば正解なんだ、これは。これどこに行けば正解な。おう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 おおおお、やばい、これ今日中にクリアできんぞ。できないぞって意味ね、今のは。できむの方ね。はい。うん？え？え？聖杯に一回無縁墓地でしょ。吊り橋じゃなくって、お、ここか、ここやんね。ん、祭祀場。 OK、 おりよおりよおりよ、おし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 。これってもう屋敷行った感じ？どういうこと？屋敷？屋敷？こっちやんね。おー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 、どうなってるんだ？どうなってんだ？この世界ってやつはよ。なんだ、いい天気だな、今日は。ここにも餌がぶら下がっておる。さあ、祭事場に来ました。あ、ここね、最初の。はいはい。で、ここに、このアンブレラ社のマークのところに、これですよ、聖杯。うえー、こんなでかいの持ち歩いてたの、この人。うわ、すごい筋肉だ。お祭りだ、祭りだ、祭りだ、イエイイエイイエイ。うわ、すげえ。いや、ギミックすごすぎるでしょ。現代の技術でもこれはやばいぞ。わーお、ハイゼンベルク卿はマジで。ちょ待って待って、おーい、待ってくれ、おい、おー、待ってくれよ、閉じ込められた。あ、くそ、出せ。うわ、すごい。なんかこんなさ、レンガ作りなのに滑らかに動くギミックってすごくない？すごい滑らかなの。ほら、ここ見て、この隙間のとこぴったーりになってんのに、ほらほら、もうすごい綺麗にね、降りてくんだもの。これはすごい技術ですわよ。もう職人がめちゃめちゃ頑張って作ったんだろうね。現代の技術もできるんでしょうか。ちょっと見てみたいものですけど。ガキなら心配すんな、イーサー。おう、それでいいんだ。どういうことだ。ちょっとごめん、話最後に聞かなかった、ごめん。足を渡ってとんとと来い。はーい、今行くよ、ハイゼンベーク。お前をぶっ倒しにな。おう、おう、イーサン・ウィンターズ、ハイゼンベルク、来てやったぜ。まさかゾラとモローまで殺すとはな。だがやるだろ。もっとひどい目にあったんだろう。ああ、嫁が狂っちまったぜ。お前が気に入った。ありがとう。ローズとミランダのことについて話がしたい。ああ、でも俺はお前と話すことなんてなんもねえぜ。罠なんかじゃねえ。罠だろ、どうせ。分かってんだよ。何のつもりだ。こっちは分かってんだよ。お前の考えてることなんてまるっとお見通しってわけ。お前が考えてることなんてこうやっておびき寄せてさ、どうせ俺を何とかしようとしてんだろ。いや、でもなんか今までと雰囲気違って、なんか物が湧きそうな雰囲気もないけどね。
なんかゾンビがいるっていう感じではないよね。ただ改造されたなんか人為的な何かはいそうな感じはするねえ。ちょっと現代的だもんね、いつもより。おお、あ、なんだこれは。あ、ミア、ミア、ローズ、クリス。辛いよな。うわー、びっくりした。ダンディズム、当ててやろう。はいはい。他の奴らと同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろう。娘は治ると聞いた。違うのか。いいか、分かってねえよ。タバコをやめろ。くそ、うるせえ。黙らせてくれ、あいつを。おい、静かにしてろ。それで言うこと聞くん。そこ閉めてもらっていいですか、ちょ怖いんで。ああ、そうね。いやいやいや、あのそこに座るのは嫌かな。ちょ一回閉めてもろて。いいか、うん、お前はミランダに踊らされてる。うん、まあそうかもしれない。これもゲームか。人の命をかけたゲーム、立ちが悪いよ。お、座れってんだろ。いやいや、だから怖いんだって。後ろが閉まってないから、あの金格子が、鉄格子が。あのでかいクソ女。はい。ブサイクは最高に。おお。後ろの怪物。おーおー、すごい。最高に。わからねえか。フォースの力。試されてんだよ。ミランダの家族になる資格があるかどうか。そんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、このざまだ。最後に俺を殺せば、めでたく入れ替えってわけか。ふざけんなよ。おー。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。その能力かっこよすぎ。俺は娘を取り戻したいんだ。俺もだよ。ん？あのガキはやべえ力を持ってる。ミランダもビビるくらいの。そういうことだったんだ。いい加減にしろよ。何と言わせんだ。いや、あの本当にね、下の人怖いんすよマジで。ねえ、閉めてよ。綺麗な目してる。俺と組まねえか。え、一緒にローズを奪い返して、あのガキの力でミランダをぶち殺してやるんだ。その後だぞ。人殺しの道具じゃない、クソ野郎が。そういうこと言ったら殺されちゃうよ。ああ、あ、最後のチャンスだ。はいはいはい。このまま地獄を見たくないだろう。うん、やってみろよ。ちょ、イーさん、一回手組んどこうよ、そこは。ねえ、だって下からやばい声してたから。うん、正義の心は自分を殺す。うわどういう改造人間ですか。うわ、趣味の悪い改造だよこれ。ちょ、逃げろ逃げろ。やばい。とにかく、しゃがんで。オッケー。やば、意味ねえか。行き止まり。飛び込み。イエーイ、ウォータースライダー。ウォー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 、いけー。ウワーオ、スクラップ。スクラップ工場。ここでいっぱい玉の素材を集めたい。玉の素材をさ、集めさせていただきたい。お、いっぱいあるじゃん。イエーイ。あ、やばい、俺も回収されちまう。回収される前に登っておきたい。でもなんか物がある。物漁っておこう。物。スクラップ。まだある。まだどっかにある。なんかバイオといえばもうダストシュートみたいな感じになっとるよね、今もう。すぐダストシュートされるから。ダストシュートはね、もういいね。逃げ場。常にこうやって逃げていく。ちょっとスクラップにさ隠れて、ちょっとアイテムが見えづらいね。アイテムなんかありそうだな。まだありそうだよね。うん、まだありそうだ。アイテム欲しい、アイテム欲しい。ここ取った。こっち、あ、あった。これでまだある。嘘。まだあるの。ここら辺は全部見たでしょ。見た。上かな。上にあんのかな。
おしゃ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 、アイテムいっぱい、スクラップだけあってもしょうがないんだけどね。ガンパウダーとかも欲しいとか。この上の方にまだ、うわーお、うわーお、うわーお、うえーい、うえーい、うえーい、おいおい、おい、この距離スナイパーの距離じゃないんだけどね、本来。まだあったん、イェーイ、イェイ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 。1100円、ナイス。これで全部あさりました。よし、行きましょう。おーし、よし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 。ゾンビと戦うのは楽しいよね。オッケー、オッケー。スナイパーライフルの使い手になっちゃってるもんな、ね、今。弾どれぐらいあるんだ、スナイパーライフルの弾。あれ、やべ、意外ともう8発しかねえ。ハンドガンにしとこう。楽しいよ、やっぱシューティングはね、打ってなんぼですからね。えプロペラくん出てくるのかな。確かにそれ気になるね。どうなってる。うわー、町だ。うわ、かっけー、かっけー、かっけー。このパンク感すげえかっけえ、俺好きだわ。うわー、ここで働きてえけど、ちょっと待って、あれ人、わーお、人がぶら下がってやがる。うわー、んー、このなんかサビ感は、あの水星のガルガンティアっていうね作品で味わう。デューク、こんなところにデューク、どうも。もちろんです。デューク、君はどこにでもいるね。いっぱい物を売って売って売って、いいねいいね。ああああ、これまだまだか。これで OK。 手放すのですか。ああ、手放す、もちろんありがたいことですが、威力がこっちの方が高いのか。こっち強化しておきたいとこ。あ、すぐに仕上げましょう。めちゃめちゃ強化できるじゃん。ちょっと待って、ダンス、ショットガン。あ、先立つものがなければ、連射速度がもう上がんねえんだよな。あれ、でも同じ、いや、こっちの方が若干低いのか。装填速度を上げておこう。こう見えても手先は器用な方でしてね。ショットガンの弾もう入荷してないですか。入荷してないね。あ、入荷してる、これレシピか。え、なんか、え、武器、え、すごい、エヴァハチみたいのがあんだ。あ、これマグナ、あ、もっとお金貯めときゃよかった。めちゃめちゃいろいろあんじゃん、武器。銃のカスタムも受けたまりますよ。武器売るか、武器。もちろん良心的な価格でね。武器売るか、なんか。ショットガン売りたくないし、もったいない。これいいや。行けるとこまで行っちゃおう。いいよ。オッケー。お、ああ、ちょちょちょ。ああ、もう。これだから PC はよ。かっこよかったな、ここの工場。よっしゃ、行くぜ。あ、配信と関係ない。チャットはやめてね。お願い、ごめんよ。うわあ、これもう敵がいる声しとるやん。制御装置だし、簡単に壊せそうだ。いや、壊したら絶対来るんですけど、来るんですけど、ほらよ、うえ、あ、まだまだ生きてた。死んだ。オッケーオッケー。溜まってたね、あそこ。さっきのプロペラの倒し方気になるよね。パイプ爆弾で頭破壊してとかになるのかな。うわー、バイオらしくなってきた。なんか電力が足りない。これヒューズですよ、ヒューズ。開かない、開かないね。どっかに電力の何かがあるはずで、ここら辺にも多分ゾンビは出てくるわけだ。なんかさっきのゾンビからずっとそうなんだけどさ、頭のところがちょっと強化されてんのやだね。こうやって、どっちから行こうか。どっちから来る？こっち？こっち？オッケー。おい。もう仲良くしな。
はい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 、仲良くしなさい。はい、さよなら。オッケーオッケー。仲良くしないからもう扉で詰まっちゃってたもんね、今ね。もう音しないね、オッケー。ここら辺になんかあるはずなのね。おー、薬液。違う、こっちの方が気になる。うん、わーお、頭にめちゃめちゃいろんなパーツついてんじゃん、かわいそう。う、上？あー、上からちょっと声すんね。なんかいろ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 なんかあるっぽいけど、ん？あれか、調べよう。おお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 お、何も、中型針が、はい、型がないと何もできない。向こう側から施錠ってことは上に行かなきゃいけない。これはほらうまくはまらない。いやそりゃそうだろうよ。これもなんかそういう形の何かが必要だってこと。まあ、写真がはまるわけないもんね。ってことはここはまだ多分何度も戻ってくることになるということでしょうな。わお、いるいるいる。ハンドガンの試し子ね。あー、バレた。ウェーウェーウェー。え、めちゃめちゃ体力あるよね。お、死んだ。はい、オッケー。うん、あー、やっぱシューティング楽しいなー。開いた。おお、なんかやばめなシルエット。電力が足りない。やっぱりヒューズなんだ。ヒューズが大事だ。え、動いてる。オーマイゲー。血が緑じゃん、血が緑じゃん、血が緑はやばかろうて。なんか動き出しそうですげえ嫌なんですけど。いや、かすかに脈動してんのよ。やば、かすかに動いてんのよ。やだー、ヘッドショット耐性ありそうですげえやだよ。おお、やった、これだ。絶対動き出すじゃん、絶対動き出すじゃん。ほら、やばすぎ。ていてい、え、なに、ここでは使えない。はい、うわー、絶対動き出すじゃんと思ってたけど、これ逃げおせた。あれ倒した方がいいのかな、あれ倒した方が良かったりすんのかな。なんか作れる。あー、いいねいいね、作ってもろって。あれ倒せんのかな。てかこっちまで来んのかな。こっちまで来たらちょっとめんどくさいよね。お、いる。え、やば。よし。おおおお。死んだかな。おおおおお。わーい。ふう、機械心臓。倒したわ。倒したわ。全然倒せたわ。よーし、やってみようで倒せちゃうんだよな。お、クォーツです。やったー。これなんか組み合わせられんじゃね。これダメか。光学換気アイテム、ナイス、いいね。やばい、弾がなくなってきた。弾。オッケー。わーい、ショットガンの弾もいっぱいある。ボス用にいっぱい取っとこうね、これね。レリーフ、レリーズ、何時のあるべき姿に戻れ、レリーフ。よし、オッケー。きた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 。4、うわっ、ウェーイ。
驚くから本当に。ん？馬のひづめだ。馬のひづめのマーク。胎児じゃないし、ここまだ開かないんだなきっとな。キーピック。キーピック使いまくり。世代でしょ、カードキャプターさくらちゃん。マグナム持ってないんだってば。マグナム買ってないんだってまだ。え、なんか後ろでめちゃめちゃ声するんだけどこれ。気のせい？おーし、行くぜ。オッケー。ハンドガンのターマ。敵もいる。あっちの方だな。もうバイスコが2倍ぐらいなんだよな、実質。いてぇ！うわ、めっちゃいるじゃん、やば。ちょ、待って。ぬるっと来ちまったけどさ。これ、あ、そういうこと。ああ、やられとる。やられろ、よし、いいね。オッケー。うわー、これそういうことか。ほら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 、敵もやられてくれるの助かるわ。え、なんか死んでないそこ。あ、死んだ。わー、大暴れだ、大暴れ。おい、なんか早い気がする。おー、怖い。で、ここ、うわー、これなんか強そう。これさ、壊せるかな。うわー、壊せんじゃん。ちょっとやってみよう。おい。あ、止まった。やった。壊せるんだ。あれをさ、邪魔。はい、止まった。あれ止められるんだこれね。納金しちゃったけど。納金しちゃったけど、あれ止められるんだね。E さんの足が速くて助かったけどさ、いい感じじゃない？オッケー。開けましょ。ギミックの理由を考えてないんだよね、まったくね。もうパワーでいけるやろみたいな。向こう側からまた施錠されてる。鍵だらけやね、ここ。うわー、これ全員動き出したらめんどくさいよ。走り抜けるか。これなんか全員動き出しそう。ただいま。ここで何かを駐車するようだ。いや、もう作り終わって開けたから。うわ、これそういうことやろ。これできないかな、これで。はい、無理か。意味がね、意味が。離れてと。えい。わあ、ショットガンの弾。おお、シリンドゥー。シリンダーは何に使うんだ。これ歯車が抜かれているようだ。これは、あれ、シリンダークランク。ダメだ、歯車。え、さっきのシリンダーは違うの。キーアイテム、井戸のハンドル。シリンダー。いや、換金アイテムかい。キーアイテムだ、あれ。炸裂弾行くか。お、ガンパウダー。どこどこ、あったあった。開けて。開けて。やば、エッチな声出ちゃった。危ね危ね。
センシティブになっちゃう、センシティブに。あ、これもじゃないの？これで。ほらよ。ほらよ。アキナ。うぃ。なんかこのでっかい箱の中に、あ、いいね、歯車。これで作るっちゅうこっちゃね。絶対動き出すやん、あいつら。こっちから行くね、やめとこ。なんかここら辺になんかまだ物ねえか。あ、いいね。あ、いいね。工場の地図、でかい、これ。バリバリ。でかい。切れてる、切れてる。ナイス、バルク。ナイス。嫌な音しないかい？やばい。嫌な音してた。わお。やばい。おぶね。おぶね。壊れた？まだ死んでない。あ、死んだ。死ぬまでが長えって。弾なくなっちまうよ。弾がなくなっちまうよ。一匹だけ動いてんの。あ、一匹だけなんだ。助かる。怖え。一匹だけで助かったわ。思ったより弱いね、確かにね。うん。頭当てても意味なかったね。まあ、思ったより弱いのか、俺が強いのかって感じですけどね。ま、俺が強いという可能性もなきにしもあらずみたいなところはあるかなと思いますけれども。はいはい、歯車噛むなーごめんなさい、噛みました。倒せると思ったんだ。ああ、危ねえ。あの女は。よいしょ。ああ、ダメか。俺たち。うわあ、ちょっと動いてよ。無理に閉じ込めねえ。何十年半も攻撃に。あ、ミスった。お前に使う銃間違えちゃった。俺の味わったこの屈辱が。いや、わかりませんけど。わかりませんけど。ちょっと今それどころじゃなかった。俺は他の兄弟とは違う。はい。俺はただ自由になりたかったんだ。あの女から。力が必要だった。あいつを殺せるだけの圧倒的な力が。今いたよね。そいつ、それどころじゃねえの。俺の力の化身だ。力ある者が勝つ。はい、それが宇宙の真理だろう。はい、そうです。俺の誘いを受けるべきだったな。そうかもしれません。でも俺の意思じゃないんです。おやめろって、やめとけって。ハイゼンベルクさ、強えんだぞお前。勝てねえんだからこっちはさ。やめとけって、歯向かうのはやめとけ。怖いんだよこっちは。こっちは完全に生き残りたい、生き残りたい、まだ生きてたくなる。星座の導きで今見つめ合った。だよ、だよ、でよ、でよ、でよ。わー、いるいる。でもあいつあんまり頭良くなさそうだ。気づいてね。おーい、わーお、守りながら来るよね。はい、はい、いただき。下におる、下に。スナイパーで勝っていく。怖いわ。あー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 、これですね。
なんかスナイパーをさ無駄にしちゃってるけど、これちょっとオッケーオッケー、ちょっと節約した方が良さそうな気もしてきた。開かないか。いや言うてさ、あのあれなんだよね、もうハンドガンの弾もねえし、ショットガンの弾は結構いっぱいあるけど、弾枯渇問題あるんだよね。結構スクラップ、これはスクラップが足りてねえのか。まいったね。お、なんだこれ。おお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 おねえ、もったいないじゃん。あああああああ、あ、やば。あー、何が節約だよ、何が節約だよな。あと11発しかねえよ。やべえ、お金。おーしよし、たま、ほんとにたまくれくれおじさん、たまくれくれおじさんだ、完全に。ここもなんかあんのか。これはなんもない、ただの部屋か。たまくれおじさんになっちまってるよ。うーん、わーお、あー出てくるのねん。おおおおおお、びっくりした。あ、封じられたかと思っちゃった。何で倒そっかなこれ。でもスナイパーライフルが一番やりやすいって言うやつで、でこうして、あ、あれ、あ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 れもしかして、え、あ、背中にあるやつですか。あ、うい、腕がって、腕が、腕が、おう、一回下まで降りっか。あ、あ、あ、もう一回、もう一回、もう一回、あ、そうそうそう、オッケー。あ、いいね。あ、失礼しますよっと、行くよ。失礼しますよっと。あ、ダメか、逃げよう。あー、あ、あ、もう大はしゃぎ、大はしゃぎ。開いて、開いて、いいね、海水ちゃん。あ、腕がーっつって、腕がーっつってるわ、ずっと。あー、弾もったいねえけど、あげい、あげな、よし、オッケー。弾もったいなかったな今の。まあでもしょうがないよね、ちょっと背に腹は変えられんって感じ。開いてよかったそこ。え、開きっぱなしじゃん、来るんちゃうん。腕が、腕がさん、腕が、オッケー。お、ガンパウダー、うーん、ガンパウダーばっかあってもスクラップがねえとさ弾作れねえのよ。え、マジ、ショットガンの弾がここに来て急に大量に手に入ってくる。ショットガンメインになってくるってこと。それは助かり、マンボ。ショットガンの弾大量、今24発、今までにない弾数になっとる。これ何なんだろう。うわーお、うわー、うわーお、すん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 、あー、うわ、速い足が。そしたらこれ装備しといて、うん、どっち、こっちね、オッケー、おいで、こっちだよ。当たれ、ほら、よし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 、こっちだよ、こっち、そっちから来るんだ。当たれ、よっしゃ、えい、ふう、こっちだよ、こっちこっち、そう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 、いいよ、オッケー。またかよ。あー、プロペラ野郎だ、
プロペラ野郎だ。開いてくれ、頼む。壊そうとしてる。オッケー、行こう。なんかここら辺で戦いそうな気もしないでもないよね。プロペラ見る間もなくこっち来ちまったからな。これ来るんじゃねえの。これ上行ってみよう。プロペラ野郎は多分来たんだと思う。ただ見てないから分かんない。音でしか判断してねえ。音は来てるような雰囲気だった。先長そうだ。これ今日中には終わんないかもな。やっぱあそこでつまずいたのが大きかったかもしれん。ハンドガンの弾用意しとこう。これは汎用性が高いからね。おーおーおお、あーあったあった、なんかいいもんが。展開早いよね。いつも弾足んねえんだけど、これ大丈夫かな。おーおお、なんだ、なんかどんどん先があってさ。ミランダにとって俺たちはただの子供。はい。愛情なんて持っちゃいない。そりゃそうでしょうね。あいつには人間的な感情なんてない。はあはあはあ、なるほど。必ず。うわーお。お前らの内輪揉めなんて知るか。あー、また使っちまったよ。スナイパー、スナイパーライフル楽しいんだよな。あっちなんかいるけど、あっちになんか物ありそう。どうすかな。これ、はい、あー、どうしたどうした、大丈夫か。あ、まだ死んでない。パイプ爆弾そんな威力高くないか。オッケー。うわー、いろんなものがあるじゃないの。あ、これは美味しい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 。もぐもぐ。これは何だろう。炭鉱？炭鉱作業させられてんの。ってことはあいつら知能がそれなりにあるってこと？ん？わお。どこにどれぐらい敵がいるか把握してから戦いて。スナイパーライフル使っちゃおう。あーはーはーはー、やばい、来た。ほらよ、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 うわ、ほらよ、まだ生きとるわ。おい、まだ生きとるわ。おい、オッケー。ここのものを全部欲しい。結晶の塊。へいへいへい、キーピックナイス。いいじゃんいいじゃん。まだある、まだ物があるはず。ちょっともやがすごいわ。もやが上かな、上、上か、上に行けるかね。え、素振りしてやがる。あいつら完全に素振りだった。お、結晶のかけら、これじゃね。あー違う、まだある。上に、ん、上に行く方法ないか。なんか物物物。お、あー、ここ、ここに、ここになんかあるんじゃないですか。なんもねえや。え、もしかしてこれ正規ルートだったりする。困るんですけど、正規ルートだと。あれ、ちょっと物が足んなくてよ。どうすっかね、これ。これやばいね、物が足んね。ビビアナイト、いやいやいや、あの換金アイテムありがたいんですけど、そうじゃないんだよな、欲しいものって。ここは握手。なんかボス戦っぽい。待って、弾足んなくね。ちょっと待ってくれよと。弾が明らかに足らんのだけど、どうしよう。お肉、
肉、お肉。地雷もさ、こんなにあってもしゃあないっちゃしゃあない。どうしようどうしようどうしよう。マジか。どうしようかな。行くか。なんか始まる予感もするけど。おカランカラン言うたぞ。あれが欲しい。あの箱の中身。お、スナイパーライフの弾。うわー、ここでなんか物資補充しても戦いに行くみたいな、そういうことやろ。そういうことっしょ、絶対。すごいのが来た。新型か。いや、新型かってそんなガンダムみたいに言うなよ。新型か。なんてことだ。あいつ飛ぶぞ。くそ、どうなってやがる。見えねえ。これ大変なことになっとる。失礼します。痛い。失礼しますね。ちょいと失礼しますから。回避していく。飛ぶんすね。はい。うわー、何それ、かっこよ。ちょマジ。くそ、 ADS したさん。ほら、いやー、挟まれた、やばい。よし、いや、挟み撃ちはずるいっしょ。くそ、うわー、もうだるいって、ハサミ打ち。ほら、ハサミ打ちはちょっとないっしょ、さすがに。ほら、ハサミ打ちはひどいよ。これどうせ来るんだろ。あー、やっぱね、来るんだよ。ほら、どぎな。あそこのものが欲しい。あそこ、こいつらぶっ倒せないのかな。ぶっ倒せないのかな、これ。うわー、すごいスラスターだ。かっけーい。これ全然死なないやん。ひるまなくなってもうたよ。ひるまねー。え、全然ひるまないじゃん。行って、これ死ぬ。危ねえ。欲が俺を殺す。いやー、え、全然ひるまないんだけど。やば、強くね。全然死なないよ。いやー、もう無理じゃねこれ。え、全然死なないんですけど。ほら、やばー、欲が俺を殺しそう。よし、死んだ。よしよしよし、いいぞ。これであそこ登ろ。あれ欲しい、あれ欲しい、あれ欲しい、あれ欲しい。金かい。うわー、マジでこれえぐ。オッケー。ダメだ。あ、死んだ、死んだわ。殺せる、殺せるぞ、こいつ。こいつやれるぞ。やれるぞ、これ。やれるやれる。
これが、これ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 、ナイス。倒せるじゃん。この機械を止めないと。確か。この機械を止めないと俺が死ぬということね。はい。はーい。いや強い強い。ナイスだったな今の。別に多分あれやんなくてもよかったんだろうけど、倒さなくてもよかったんだろうけど、やりたくなっちゃうよね。ウィウィ。オッケー。これで、あー弾がね、もうなんか敵倒しすぎてさ、常に弾不足なんやばいよね。スタンダードの気持ちだからかな。うわーこれ危なかった。当たったら死んでたぜ。もう弾ねえよ。弾が、弾補充していっつもいっつも弾なんだよな。弾なし、弾なしカイトです。どうも弾なし。いくぜ。でもちょっと今のところ激しかったから、こっからしばらく多分ね、安全ルートっていうかちょっと安心のルートがあると思うんですよね。薬液、はい。ゾルダート強化発展計画、ゾルダートジェット、ゾルダートにロケットエンジンと頭部安定翼を装着。分身飛行により機動性の低さを抜本的に改善する。試験では短時間の飛行に成功。長時間航行は難しいが、起伏の激しい地形で立体的な起動が可能となった。立体起動装置、ゾルダートにアルミ合金製の全身装甲を装着。胸部リアクターや死体露出部の絶対防御を図る。うわーこれ立ち悪いよ。試験では通常火器に無敵の防御力を発揮。だが爆弾などで強い衝撃を与えると装甲自体が剥離することがある。要改善。なるほどね。これは工場地図上層、はい、地図ナイス。でかいでかい。これはだからパイプ爆弾を使っていくということですね、きっとね。そういうことじゃない、さっきのやつ。そういうこと、パイプ爆弾使えば即殺だったってこと。なんかやばい光すんですけど、どっちが正解かな。これ上と下、とりあえず下のあっち行こう。なんか物があるかもしれん。物が欲しい。やっぱさっきのやつ地雷じゃん。確かにそうだったのかもしれん。だけど納金でなんとかしてしまった。すまない。そういうこともある。あ、やったー、ハンドガンの弾。これ嬉しい。これで OK。 地雷だったか。おトイレタイムください。おトイレタイム自分で言ってください。それはあれですか、お母さんにおトイレ代、おトイレ行ってきなさいって言われないとおトイレ行けない人ですかね。おトイレ行けるでしょ一人で。ほら行ってらっしゃい。おトイレぐらい、もうもうそんなお母さんがついてかなくてもいいでしょ、そんなおトイレね。うわ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 、いやあ座れる座れる。うわあ、ちょおい、危なかったぜ。ふう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 、そんなぶっ飛び方ある。危なかった危なかったこれ、危なかったよ本当に。スクラップスクラップ、わーお、さっきんとこだね。あーこの先行ってみたかったな。なんかまだ物落ちてるかな。どうだろうか。おトイレおトイレ、トイレ行きたいの、トイレ、うん、トイレ行きたいの、うん、そんな、おトイレが行ってきなさいね。おトイレが一人で行ってきなさい、ね、行けるでしょ、行けるでしょね。行けないのね、かわいいね、おトイレ行けないのね、かわいいね。ういやべ、ここ怖え、マジでこれ登れるね。よし、回せ回せ。いやーこの安定しないところで回すのきついよね。え、あー出てきた出てきた、いいよいいよいいよ。これでもまだ工場の中ってか、ハイゼンベルクさんの工場めちゃめちゃでけえな。すげえぜ。薬液、あー戻れなくなっちゃった。あさり切れてなかったのに。でもガンガン行っちゃおう。
あの女が、うん、もうすぐローズを使ってちょっと静かにしてもらって意識を始めるだろう。うん、そうすりゃ何もかも終わりだ。あのガキもこの村も全て。いや、そのミランダさんが何をしようとしてるかだよね。あ、その前に、うん、俺がローズの力を使ってミランダを殺す。はい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 。バカな親父だ。あのガキの力を知らねえのはお前一人だけなんだよ。いや、なんかそうみたいだよね。これね、ミヤにもねちょっとね責任あると思いますよ。ミヤがなんか悩んでるのに何も言ってくんねえから、こっちもわかんないって。それじゃあ言ってくんなきゃ、サシテちゃんは無理だって言ってんのにさ、わかるわけないんだよね。なにこれ、なにこれ、うわーい、金だ。わかるわけねえんだから、言ってくんなきゃさ。そんな能力のことなんて本当にミヤがメンヘラすぎてちょっとわからないんですよね。ああ、どうしよう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 どうしたのどうしようどうしようどうしたのどうしようどうしようね、どうしたらいい。いや、だからどうしたのどうしようどうしよう。いや、だからどうしたのどうして、あなたはそういう聞き方しかできないの。もっと優しく聞いてくれてもいいじゃない。それはわからんて、それはわからんてって。そんなこと言われましてもってなっちゃうでしょ。それはさすがにどうしようもなかろうて。それはと、これでアサリ終わり。オッケー。これ、あ、え、待って、上がれなくなった、もしかして。あれあれ、あ、上がれなく、あー、向こうか、向こうから上がるのかな。ああ、これか。オッケー。ジップライン、ジップラインだよ。え、どうした？びっくりした。ジップラインどうか？なんかゲットした。んー、これじゃない。換金アイテムかな？うん、オッケー。ただいまーん。オッケー。エペですね、エペですね、エーペックスですね。さあ、あげよう。いや、きっとね、ローズ生きてんだと思うんだよね。多分あの人たちは嘘は言ってないと思うのよ。そのなんていうか、なんていうんだろう、ローズに変な力があるみたいなことはね、多分だからこそ求めてると思うんだけど、でもね、いや、難しいのがさ、わあ、お前が一緒に上がってくんの大好き。もちろんです、もちろんです。あなたが私のことを好きなのはもちろんですみたいな、そういう言い方はせんでくれ。ビビアナイト、これも換金でしょ。効果換金アイテム、これ 1,2,3 機械心臓、これもまあいい値段しますね。お、いいですね。これも2つあると。これまだ、これまだ、これも組み合わせ、よし、これ OK。 では買い取りましょう。え、マグナム欲しいんだけどさ、マグナム買うべき？かっこいいよねこれ。どうしよう、買うべき？あー、買えねえわ。くそ、俺はいつだって金がねえ、金がねえんだ俺は。うい、買っとこう。それに興味をお持ちになるのも当然です。うい、バッグが大きくなるけど、まあ別にいいかな。ういそれを選ばれると思ってました。うい、地雷、あと欲しいのはパイプ爆弾。おお、武器カスタマイズ、威力、また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 。いや、こうやってどんどんさ、お金使っちゃうからよくないのかな。スナイパーライフル楽しいから、これもっと強くしようかね。え、弾数はいらん、連射速度上げよう。
あと3万円でしょ。イラン武器売ったらイラン武器などない、全部必要。この程度のカスタムでしたらすぐにできますと。オッケー、またお会いしましょう。またお会いしましょう。これ鍵の鋳造をしたいんだけどさ、これ戻んなきゃいけねっちゅうこっちゃな。あ、これいけるやん。降りようぜ、一緒に行こう、リュウ君。うわー、髪の毛ふわふわやん、かわいい。髪の毛ふわふわやん、ふわ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 、綿毛みたい。ねえ、綿毛みたいになっちょる、かわいい。さてさて、ここら辺じゃなかったっけ。あれ、ここなんかまだ物あるな。ん？あ、これか。ここら辺だったよね、確か。あの、鋳造できるところ。あれ？あ、違ったみたいです。すいませんでした。すいませんでした。違いました。はぁ、待ってこないで。違いました。すいません。違いました。違いました。失礼しました。あぶねー。一回地図見た方がいいか。まあ降りてからでいいかな。いやーびっくりした。ここかな。おう。おう。地図見よう。ん？暗いな。暗いな。あれ？これもしかして先に進んじゃってる？ちょ待って待って。おう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 。ものもの。あーこれ多分あれだ、遊べるやつだ。いやいや、鋳造所に行きたいんだけど。なんか物は、これもあさり終わり。これよな、これこれやりたい。待って、鋳造所行けませんか、こっちの。下がろう下がろう。アトラクションやりたいよね。ね、アトラクションやりたいねーって。ねえ、やりたい。あれ？こっから来たんだっけ？俺は今、どこに向かっとる今。ああ、最初のとこに戻ってきた。最初のとこに戻ってきたの、これ。どこに行くのかわかんない。おやべえやべえ。いや、鋳造したいんよ、鋳造せんのって言うけど、鋳造したいんよ。したいんだけど、場所がわからんくなっちまった。おお。頭が悪い、頭が。鋳造したいよ。なんか言ってんだよな。こっちの方かな。こっちの方だっけ。あれ？やつがおる。さあ逃げろ逃げろ。鋳造所。うわあ！驚き桃の木、山椒の木。あれ、鋳造どこだっけ？あれ？上がってきちゃったよ。あれ？鋳造所に行きたいんだけど。見よう。ここだよね、ここ。ここに来て。MB4。やっぱ4階だ、下。下だ。4階。めっちゃ時間かかっちゃってる。中4階だったもんね。一回下がって。あ、西部警察。西部警察が逮捕しに来る。はい、すいません。OK でーす。で？MB4。でもさっきのとこここだよね。ここもう一回行って。で？
こだ？鋳造室に行きたい。多分ここが MB4 なんだ。違う、違ったわ。おお、え、ここが B4 ん？ MB4 に行きたい俺は。わかんねえ。ああ、わかったわかったわかった。うるさい。あれどこだっけな。あーあーあああ、もう大暴れやん。うわ、もう大暴れ大暴れ。あれどこだっけ。敵倒さないと後々厄介ですよ。大丈夫じゃね別に。ここ B3 だもんね。1個下か。どいて。あれ鋳造所ってどこよ。こっち。あ、こっちの方か。うわあ、びっくりした、びっくりした。あ、やばいやばいやばい。なんでこんなに湧いとんねんお前。これ入ってくる？もしかして。落ち着いたわ。オッケー、鍵、とりあえず鍵作っとこう。開けた瞬間はびっくりするよね本当に。もう驚いた。開けてくるんかなこれ。え、あー、開けてくるわ。これはおもろいやん。で、金属。い、あれ、死なない。分かったよ、ほら。オッケー。体力があるからめんどくさいんだよね。はい、玉ゲッチュ。これでオッケーかな。なんかまだ漁ってないところあるっぽいんだよな。ここら辺かな。ないね。鋳造室まだ作れるってことなんかな。なんかをこれだ。あー、これだ。オッケーオッケーオッケー。よし、オッケーオッケー。これで次行こう。直立して死んでたね今。はい、これでここ開くやん。お、これでハイゼンベルクの鍵。おえー、こんな簡単に作らせちゃっていいんですか。あん、うわした。やばい、もったいない。おりゃ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 。あー、もうほら。オッケー。いや、めっちゃ弾もったいねー。弾もったいねーよ。ここで稼げるか。薬液薬液。おおおお、オッケー、オッケー。ゾンビ多いね。お、シャフト、機械部分組み合わせられんじゃないこれ。ほら、イエーイ。これ売れるのかな。ハイゼンベルクの鉄。うわ、光学換気アイテムだ、ラッキー。いいじゃんいいじゃん。ハーブもゲットした、ナイス。さて帰るか。一旦帰るか。どうやって帰るんだっけ。外に出たい、外に出たいから。わかんねえ。俺はいっつも何もわからない。
電力給電装置。ここもあさり切れてないみたいなんだけどな。何があさり切れてないんだろう。あ、これか。地雷だ。これで、あさり切れてる。ナイス。オッケー、オッケー、いいね。迷子の迷子のカイトくん、あなたのお家はどこですね。なんかぐるぐるしてる気がするよ。同じところぐるぐるしてる気がするよ。こんなはずじゃねえんだよ。とにかく上に行こう。とにかく上に行こう。ここも、あ、そうか、ここは空いてる。ここも電力供給されてるから開くようになったんだな、きっと。いえ、おお、なんか動き出しそう。 お邪魔します。 すみません、ちょっとお邪魔します。ごめんなさい、すみません。ひっ、あーん、まだ死なねえ。え、全然死なねえ。やば。おぶい。おい。オッケー。いやマジハンドガンの弾もったいね。そうか、徐々にこうやってハンドガンの需要が減っていくんだな。俺大好きなんだけどな、ハンドガン。記録開始。蘇生技術を始める。今回で、お、確か、あ、マグナムのやつだ。素体は馬屋版のオスカル、20歳、酔って井戸に落ちたらしい、うん、保存状態は良好、うん、なるほど。胸部切開完了。いや怖い、何言ってんの。次は腫瘍臓器と心臓を取り除いて制御核をインプラント。うえ、なんかヒントあるかな。タブーが神経に癒着し始めた。おお。以前よりも侵食が早いな。うん。人工血液のメタアルブミン比率を増やしたのが正解だったようだ。それじゃあ、そう、科学者だね、もうね。600V の電圧で通電させよう。まあ確かに人間はね、こう電気信号で動いてるって言いますからね。もう後がねえんだよ。焦ってたんだね、ハイゼンベルクさんも。よし。いや、まだ。テンション上がってる。俺と一緒。俺がこの手でついに生み出した。よかったね。これであの女を見返してやれるぜ。多分ね、ミランダさんあんま気にしないと思うよ、それ。はい。これで、これで、あさり終わってる。で、ここもまだなんかあるっぽいんだよな。あれか。オッケー。ここはピッ。オッケー。外に出て、外に。あれ、出口こっちじゃなかったっけ。迷ってる、ずっと迷ってる。もうめんどくさい、めんどくさい。めんどくさい、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 めんどくさい。外に出たい、外に出たい、外に出たい、外に出たい。1階にてお母様がお待ちです。イーサン君、イーサン君、35歳が、わー、でかーい。わーお、でかーい。うわっ、うわっ、あぶねー。たぶんこっち。あ、こっちだ。マジ？それはねーぜ。そりゃねえぜ、マジで。ああ、ちょ
ちょ痛すぎるそれは。やばい、ちょ待って、一発でめちゃめちゃ痛くね。やば、めっちゃ強い敵出てきたんだけど。いってー、ふう、一安心だぜ。後で苦労するよってそういうこと？お任せ。はい。はい。いろいろ売りますと。待って、まだ。あ、これね。機械神族クォーツも売る。組み合わせまだ可能でしょ？おお、素晴らしい品お持ちですね。足りねえんだよな金が。玉買っちゃうから足んなくなるのかな。それでも俺は玉を買いたい。面白い選択です、うん、フェザータッチ、フェザータッチ、ウルフスペインみんななんか使ってる感じがする。マジか。お気になさらず。どうしようかな。弾買わないとないからね、どっちにしたって。地雷めちゃめちゃいっぱいあるけど。どうしようかな。この後は。この後どうぞ、地上へ脱出する。はい。ビーチに行こう。さあ先に進むぞ。あ、西部警察、やばい。はい、いつも西部しろって言われる。はい、西部、ちょっと長いな。はいはい、西部警察の方々が言っております。ほい、オッケー。これ今日中には終わらんな。あと1回ぐらいかかっちゃいそうだ。まったくしぶといやつだな。ああ、おしゃべりはもう飽きたぜ。そうですか。そろそろ終わりだ。勝手にあんたが喋ってるだけですけどね。聞こえるだろうなあ、あいつが。え、あいつお待ちかねだぞよ。誰、教えて。まだあるか。オッケー。地雷めっちゃ落ちてんな。地雷この後すげえ大事になりそう。はい、払い下げのターボプリップエンジン使用を、プロップエンジンを使用、リアクター出力を強くしすぎたためか突進ばかりでほぼ制御不能となった。正面には無敵性能を誇るものの、自身の腕をプロプラで切断する、長時間の稼働で熱暴走するなど問題が多い。結論、完全な失敗作。なるほど。だからしばらくこう放っておけばいいってことね。ああ、これ始まるぞ、大戦闘が始まりますよ、きっと。そろそろですよ。わあ、やっぱり来た。俺には時間がないんだ、邪魔するな。どうしよう、ちょっと待ってね。V じゃない、地雷を持ってみるか。うわーい、どうしようもね。どうしよう。これ倒すの、もしかして。うわー、すげーことになってる、笑っちゃうぐらい。うわー、これ倒すってことかな。これ倒すのかな、倒せるの。倒せんのかよこれ。うわー、後ろに回ってこうっぽいよね。ねえ、お前が見えとらんやん。
いやー、ブン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 、あもうどこ行ってんの。リコイルがないって素敵。うわーすごい。え、うわ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 、え、何何が起こって、え、ファイエファイエ、うわー飛んでる。うわー熱暴走で、うおー逃げろいー。うわーいわーい、うわ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 、ファイエファイエファイエメンファイエメン、オーマイゲー、ファイエメンオーマイゲー、ノー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 、ファイエメン、ペペペペペ、ファイエメンファイエメン、オーオーファイエプロペラオーケー、アーユーレディゴーファイエー、オーマイガー、うわーお火炎放射。どうしようかなこれ、装備しない、痛え、閉じ込められた。え、これ炎当たっても大丈夫なのかな、炎当たっても大丈夫そうだな。あれ落ち着いてるよねちょっとね。いや長いな意外と。うわー、やだ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 、わーすごいよ。え、長くね、行き止まりだった。うわわわわわ、うわっ、死なないんですけど。うわなるほど、痛い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 、ちょっと待って、それはずるい、それはずるいって、地雷か、地雷だな、はい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 、うわーマジかよ、回復もう作れないもんな。一回ボス戦で負けるのやめたい。おーおう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 、地雷ね、やばい、そっと置いて、そっと置いておこう、よしよしいいぞ。ああもう大変なことになってるよ、前見えてないんじゃないわ。あ、まだ行ってる。ああ勝ちましたね。いえ勝ったけどなんか釈然としねえ。なんでなんだろうこの気持ち。釈然としない。釈然とはしていない。勝ちもしたけれども明るすぎて何も見えん。ハマキ、あ、ハイゼンベルクが捨てたやつやん。ミランダが憎い、あの女の欺瞞が憎い。あの女にとって俺はただのカドゥの実験台だ。貴族なんて身分もたまたま他の村人より適合率が高かったからに過ぎない。そんな俺をあの女は息子と呼ぶ。それが心の底から許せない。あの女はとっくに壊れている。あの狂った女には優れた実験台も家族も同じだ。俺の体を買い上がっただけでなく威厳ま尊厳まで奪い上がったミランダ、あいつを殺さないと俺の人生は永久に俺のものにならない。だが
ミランダは恐ろしい女だ。あいつは膨大な金を操り、どんな姿にでも自身を変えられる。鍵はあのローズとかいうガキだ。あいつの力とやらを利用すれば。そういえば父親のイーサンってやつもなかなか面白い体らしい。うまく仲間に引き込めば。なるほどね、ハイゼンベルクの日記ですね。ごめんなさい、ごめんなさい、勝手に盗み見ちまった、すまねえ。そういうことらしいけれども、なんか薬液はいっぱいあるんだけど、ハーブがねえんだ。ハーブがなんかここに物ありそうだけどね。余ってるものなんかないですかと。あ、お、地雷が落ちてた今。地雷が、あった、地雷。あとは物、地雷いっぱい使っちゃったから、地雷ありがてえ。地雷助かるけど、他にも物が欲しいんだけどね。ガションガション言うとりますけれども、あれ、探索が、あ、これスナイパーライフルの弾、あ、なくなった。オーケー、行こうぜ。ん、これは壊せる？壊せない。下に降りたらやばそうだから、こっちかな。お、ハーブ、くっ、このハーブが欲しい。もう降りるしかねえのか。お、いいね、ハーブ、スクラップ、くそ。セブンはプレイ済みですよ。私セブンはプレイ済みなんですか。可愛いとこあるやんな、ハイゼンベルクさんに企画とかな。確かにそれはそう。箱があるけどハーブはねえんだわ。上に登って、うわー、この時に襲われたらもう大変なことですよ。うわー、落ちたらひとたまりもないよこれ。ハーブ欲しい。ハーブが足んねえんだ、ハーブが。俺にハーブをくれ。はい、ガチャン。オーケー。これもうさ、1階じゃん。これもあとちょっとで脱出じゃね。今日はハイゼンベルクさんのとこだけで終わりかな、もしかして。ここもう何もねえのか。オーケー、開けます。こんにちは、オラにハーブを分けてくれ。なんだ、あ、これハイゼンベルクさん来るぞ。フォースの力だ。おやばい、くっそ。悪くねえ、すげえ、すげえ、これもう反則技だよね。重力系はもう強すぎる。てめえには消えても、俺じゃないよ、撃ってないよ今。はいはい、撃ってません。いや、かっこいいハイゼンベルクさん、マジで。なんだ。おー、これで終わりだ。いや、死ねえ。いや、そんなことしなくても、あなためちゃめちゃ強かったのに、なんでそんなかっこ悪い感じになっちゃったんですか。最初のかっこいい感じが俺は好きだったのに。うわー、死ねー。ぽちゃんでございます。まーった下水道ですかねえ、あのクソ野郎。本気の罵倒感がすごい。まーった排水溝だ。あー、もうせっかく上まで上がったのに。まーた、ハーブ、あ、なんもねえよ。くそー、また最初からかよ。なんでだよ、もうさ、せっかく上がれると思ったのに。どかす、はい、お邪魔。何回落とされてんだよな。うわー、手がもうボロボロやで。おなんだ。うわー、びっくりした。おー、クリス、いや、あ、こいつ関わるなど言ったはずだぞ。ふざけるな、お前こそ。邪魔をするな。なんだ偉そうに。冷静に話してくれれば10ぐらい渡すさ。こっちは何兆持ってると思ってんだ。あれはミアじゃない。は？ミランダだ。何？
やつは生体兵器だ。擬態能力でミヤに化けていた。そういうこと？あの銃撃でも殺せず、とどめを刺しに来たんだ。それを先に言ってくれ。ふざけるな。ならなぜすぐに言わなかった？もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めばややこしくなる。でも言ってほしかった。なぜ俺たちなんだ。どうしてこんな目に。ひどいぞ。そうだな。わかった。お前には説明しておこう。遅えよ説明が。レンチを貸せ。貸してくださいだ。え、何ブラックアウト。お動けない。手短に言うと、ミランダは正気じゃない。この村の化け物たちはすべて奴が生み出した。あ、そういうこと。行かれた特異菌の実験場だ。はい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 。特異菌ルイシャラと同じ。さっき菌を扱うって言ってたもんな。家族を救えると思ってたのに俺は無力だ。ここからも出られない。いや、そうでもない。よくこんなもん作ったな。スクラップでね。これを見ろ。はい。数分前に部下から届いた。ミランダ？ん？その先を。あ！どうせ、まずい、行かないと。俺のやつ。今は部下が監視してる。だが、やつは娘を。分かってないな。お前一人ではミランダには勝てない。いや、まあそれはそうなんよ。俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。このドヤ顔でやる。エレベーターを使え。地上で会おう。めちゃめちゃドヤ顔するやん。共にな。俺こんなん作ったよね。ミランダを見つけて。どうだこの威力みたいな。やつを終わらせてやる。笑顔ハンサムすぎんか。よし、それじゃあこれを使え。はい。忘れるなよ。どれ、レンチ。一人で突っ走るな。まあお前が最初から説明してくれればこんな目には合わなかったんだけどね。もう引き返せない。もう引き返せない。もう最初から引き返せないよ。最初からそうだったよ。ずっと物物物回復薬だ。そろそろかな。そろ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 。あ、いい感じいい感じ。あ、物もこれで終わっちゃったよ。ちょっと見てみよう。ハウンドルフ各員。あー出た、工場内の探索を終了した。捜索を終了した。完了した。もう何もかも読み間違えている。組織とのつながりを示す証拠を見つけたかったが空振りに終わったようだ。だが一方ミランダの研究に関する資料をいくつか押収した。どれも俺たちの推論を裏付けるものだ。ほう。ミランダは自身の体に特異菌を感染させ、いくつもの能力を手に入れたらしい。その一つが擬態。やつは細胞分裂をコントロールすることで他人に化けることができる。ミランダはミアに擬態し、ウィンターズ家に侵入した。目的は言うまでもなくローズの誘拐だ。母親であるミアの姿の方がローズを制御しやすいと考えたのだろう。だが俺たちに攻撃されたやつは死体に擬態し、木を伺うことにした。やつは輸送車の中で蘇生すると乗員を殺害し、ローズを連れ去った。ミランダにとっては予定は狂ったが、当初の目的は達したというわけだ。だがそれもここまでだ。これから工場を爆破してそちらに合流する。ハイゼンベルクと戦闘になるだろう。やつはお手製の自走砲を見つけた。あー、クリスが作ったわけじゃないんだね。磁力に影響されないポリマー素材製らしい。こいつを改造して、あ、磁力を扱ってたんだ。重力じゃなくて。なるほど。逆にやつにぶつけてやる。連絡以上、後でまた会おう。なるほど。なるほどでございますね。エレベーターで上に行けばいいってことね。もう漁るものも何もないし、行ってしまいましょうということで。はい。はい。あれ、これを使えって言ってなかった。あれあれあれ。おお、あれ、こっから来たんだ俺。あんなドヤ顔してたのに自分で作ったわけじゃなかったんだろうね。これで乗ってホールド。ウィーン。ブブ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 ブ
比重は右、じゃあ左クリックね。ガードもできんだ。ガードっていうかこれもう近接攻撃だよね。かっけー。いやーこれ一人称視点じゃなくて三人称視点で一回見たいわ、乗ってるところ。え、すごい良くない？なんていうの、まあいいか。よし、ぶっ倒してやるぜ。手法を構える。構えが発射。あ、破壊するんだ。オッケー。再装填が終わるまで使えない。なるほど。ジャック、ゴキブリ並みの進歩ぞ。だな。そんなガラッカでやり合うか。いいな、ただミランダとやり合う前の肩慣らしといいか。いや、あぶね。男同士の対マンだよ。赤いところだな。お前の死体も俺の軍団に加えてやるよ。あぶね。うわ、相手がデカすぎる。そうだよ。うわぁ、ウェイ、うわーい。まだまだ足りねえ。おいおい、もう死んでんのか。やばい。いやぁ、さあ派手に死んでみるか。いい、うぅー、楽しいだろ。なんかやばい。ガードはできてるけど。観客が俺だけで笑ってな。ナイス。ガードが上手。ナイス。オーケー。なんかこういうゲームもありだよね。なんか。ウェー、観客が俺だけで笑ってな。そんなもんか。力を見せてみろ。ウェイ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 、勉強子じゃん。これだけはオームに感謝してえぞ。あー誰。おー、ナイス。これ以上ない親子を通ってわけだ。当たってないのかあれ。おい、今のも効いてる。機銃が楽しい。機銃が赤いところどこだ。弱点がなくなった。あれか。おい、いいね、かっけえ。これ本当にバイオ。自由を求めて戦う戦士だ。お前の娘の力も取り込んで、俺は最高の王を手に入れる。楽しいだろ。お遊びは終わりだ。お遊びは終わり。こっちはずっと本気で戦ってるよ。あれ、なんか動き鈍くない？ほら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 。ちょっと待って、これどういうこと。うわ、ちょっと待って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 。派手に死んで見せてくれ。どういうこと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 。さあどうする気だ。いやいやいや、ちょっと待ってよ。どこを攻撃すればいいんだよ。生身の体でこの俺に勝てるわけがねえ。ダビデとゴリアテのつもりか。いや違うな。やばいよね。お前はただのいいじゃんだよ。うわ
どうだ？なんで？これどういうこと？いや、ガードを駆使しろってことですか？勝った？おいよ！やばい。やばい。スナイパーライフルの弾しかもらえねえ。楽しいだろ？どこ？どこを攻撃すればいいのこれ？うわぁ。まだ貴様だよ。ちょっと待って、わけも分からず攻撃してたら勝った、やった、万歳。それください、それください。あ、まだ勝ってない。なんか燃えてる燃えてる燃えてる。なんかやばすくない？やばそうやばそう。うわー、ちょどうすればいいですか？おおおお、近い。うわー、この高さは死んじゃうよ。おいあー、しゃ、奇獣に、ほら、すごい体感だ。あれ、なんか、あれ、ご愁傷様。おーい、やめろ、嘘だ。およ、こんな奴にやられるはずは。まだ、マジ俺は、ヴィランだ。いやいやいや、手に汗握るとはまさにこのこと。めちゃめちゃ俺汗かいてるわ今。かっこよすぎ。ハイゼンベルクの機械の、やったー、すごかったアルファ。どうもアルファ。爆音が聞こえたぞ、何が起きた？あ、クリスか。倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。迫力すごいわ。危険すぎる。そこで待て、リーナ。でもハイゼンベルク一人でやれました。え、ローズ、兄さん、応答しろ。ローズ、ちょ待って。ああ、ね、大事だろ、私たちの娘は。うわ、俺の全てだ。ミランダだこれ。ねえ、ミアじゃない。私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする？何か手があるのか？お前を倒す。わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。俺のミアはどうした？哀れな、イーサ。お前誰だ？ローズは。うわーい。いや、弾無駄にせんで。やめておけ。あ、得意金の力を持つエブリンを覚えてるか？はい、ローズはその力を引き継いだ。あ、そういうことだったんだ。あの子はエブリンさえも凌駕する。あ、やっぱね、強い子 の強いものの子はね、大体強いですから。ドラゴンボールでもずっとそうだった。その肉体が欲しい。おお、びっくりした。強い言葉。本当に女なのかどうかっていうね。ローズは復活する。この金庫は全て記録しているのだ。うわ、ミアに化け上がって許せねえな。ただし、その時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。うわ、どこに行った？どっから入れ替わってたんだよね。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前だったのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要。あのおばあちゃんだったんだね。なんだ、臆病者め、隠れてないで出てこい。ビビリチキン。うわー、そういう出てき方は望んでなかった。恐れるがいいさ、死は一瞬だ。金庫はお前も記録する。うわ、お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。爪切れ。夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。ママになりたいの。血が永遠に繋がる限りな。ああ、すごい浴びるじゃん。こんなママ絶対嫌だし。爪を切れ、爪を切れ。うわあ、伸びすぎ。それはね、これまで長かったが。え、これマジイーさん死んじゃうの？マジで。え、ローズをより城に、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。
おっと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 、でもイーサン無敵だから大丈夫じゃない？ねえ、イーサン無敵だからねえ、きっと大丈夫でしょ。ねえ、大丈夫だよね。隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスした。昨夜、ミアに化けたミランダを始末した。イーサン死にました。奴は生きていた。マジ？死体にまで擬態できるとな。マジか。俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。ああ、まあ、だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。え、マジ？奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。いや、無念すぎるでしょ、イーサン。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。この事件を追ってもう3年だ。確かに長いよね。時間をかけすぎた。犠牲が多すぎた。イーサン、マジかよ。でもイーサンの体も特別なんでしょ？いつでも行けるぞ。生き返るんじゃない？だってイーサンの遺伝子があったからローズがめちゃめちゃすごかったのかもしれないし。腕かっこよ。ああ、クリスの腕で今イーサンの死が塗り替えられるとこだったら絶対ダメだよね、そんな。いやいや、肩の筋肉すごいぜ、これ肩パッドだとしても。いや、めちゃくちゃかっこいい。ああいう体になりたかった。変更はなしだ。太れない、太れない人生である。ローズを救う、ただそれだけだ。はい、もう失敗はできない。じゃあ一暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。ウィウィ。K9、BSAA の動向が知りたい。かっこいいな。了解、任せな。はぁ、あ、これクリス編になるんだ。弾が300発もあるよ。中毒か。情報任務ばかりで腕がなまった。ちょっと待って。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ミアに化けてるってのは半信半疑だったが、頭に5発食らったのにまだ生きてるとは、君が悪い。いや、すげえよな。頭に5発食らって生きてるはもう本当人じゃないもんね。うわー、村が燃えちまってら。うーわー、城がうにょうにょですよ。見てください、あれイソギンチャクみたいになってる。見てみろ。ここ深海じゃないんだよ、あれ山なんだよ。うわ、すごいわ。ヘリコプターで降りてるけど、ここまでするとは。もう、ああ、それやばいんじゃない？まるで地獄だな。ああ。どうやって目標に近づく？あそこなんだ。まずはあいつを片付けないとな。燃やさないとね。援護は任せろ。さあ行こう。行こう。待って、その銃何？全員適正 BOW に注意しろ。了解。かっこいい。なんか。これ M416 ってか HK だけど、実在銃、実銃は HK だけど、適正 BOW の集団とコンタクトした。予想より数が多い、気をつけろ。え、強くね？強すぎね？これさ、あれあんのかな、リコイル。うわ、うわ、威力高っ。威力高っけーなー。最初からこの銃欲しかったな。了解。うぃ、あー、マップとかねえんだ。 BSA 機を見つけた、警備2人。行けそうだ。お、いろいろ持ってる。あ、すごい。油断するな。アサルトライフルの弾もったいねえから、こっちですか。後々いっぱい使えそうだしね。こんにちは。セーブしたいよ、セーブ一旦。なんだあのキモいのは。キモいよね。あれ全て毒液か。金です。おそらくミランダもあそこだ。急ぐぞ。いやー、これ襲ってくんのかな、意味ねえか。うぃー、うわー、すごいねこれ。大型の変異種 BOW を確認。やばい。うぃー、
金の微粒子で汚染されているかもしれない。マスクは外すな。うわー、これすごい。うわー、やばい。いやー、ここまで派手にやるとリロードしてくれる。ミランダも監視してる。ライフルが持ってられるか。うわー、すごいな。あ、もったいねえわ。すごい。炎で進めない。あ、はい。やむを得ん。裏を迂回しろ。裏を迂回しろ。マップがねえんだ、マップが。とりあえずもうこうやって行くしかねえのか。まっすぐ進んでいこう。俺だ、今から砲撃支援の準備に入る。いやー、でも弾足んなくねー。うわー、めちゃめちゃ。他の配役に物資を置いておく。はい、自由に作って。ありがとうございます。こっちにもない。なに、すごい、かっこいい。暗視スコープとかあんの。わーお。 Do not enter。あ、あっちにもなんかありそう。すごいわ。もう、邪魔だな。馬小屋、馬小屋すり抜けて、あ、違う、こっちじゃない。馬小屋すり抜けていこう。あれ？あれ？こっちなかったっけ？あ、登るのかな？登れない。ここか。わあ。アンバーアイズ、捉えてるか。うん、見てる。目標まで200。うえ、2発だね、2発。基本2発か。うわあ、びっくりした。音が。うわあ、もうだるいだるいだるい。うわ、強っ。殴り。拳が強すぎる。拳が強い。拳がよ、鋼鉄の拳、弾丸に勝っていく。弾がもったいねえからさ、いつも弾作ったから。ここまで巨大な攻撃の頃には聞いたことがない。頭だ。うわ、いって。なにこれ。やばいやばいやばいやばやば。ちょっと待って、リロードが。あいつうぜえ。おい、いや、もう音楽がめちゃめちゃこう、なんだろう、頭じゃない、心を世話する。やばい、エイムが死んでる、エイムが死んでる。もったいねえ、弾。これもっとリロードしないとまずいね。ナイス。まだいるかな。オーケー。よく見えてるぜ、敵を。やばい、マウスパッドが限界。マウスパッドが限界。あぶね。マウスパッドの限界まで引いちゃってる。やばいやばい。弾はいっぱいあるね。弾はいっぱいあるから、もうバリバリ撃ってくか。じゃあおふくろが見たら死んで地獄に来たと思うかな。オーケー、ナイス。オーケーオーケー。うわ、これは目的地に到着。うわ、ちょっとあの、それどころじゃないですよ、クリスさん。リーゼロボ、座標にぶつけます。クリスさん、あれ消えた。破壊目標に向けレーザーを投射する。あれでいいんですか。やったぜ。ウェーイ。相談する、待ってくれ。はい。無
群れがそっちへ向かった。うわー、これすげえ。いや、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、弾はいいんだけどさ。あ、これグレネード。うわ、おらおらおらよ、あー、おらよおらよ。うわ、やば。え、ちょっと待って、装填完了、いつでも完了って、あ、これこれか。いや、無理だな、これ倒してからじゃないと。痛え痛え、いやー、くっそ、もう掴んでくるのだるいって。いやー、もうだるい、だるい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 。おお、暴れおお、暴れ、狭いところに逃げるからよくねえんだ。いや、もう、いや、キリねえ、マジで。どうしよう。ターゲットロケーターはどうした？こいつの武器も使う。いや、無理だって、これ。いや、ちょっと待って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 。いや、待って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 。いやいや、無理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 。ちょっと待って。いて、いて、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。回復ねえの？はい、死にますね、これ。ターゲットロケーターで砲撃ポイントを指示する。頼む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 。倒壊寸前ってとこだな。倒壊寸前、そうせかすなよ、リロード中だ。いや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 、いや、参りますよ、それは。ちょっと本当に、いや、やばいって、これ死ぬ死ぬ死ぬ、マジでマジでやばい、やばい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 、これマジでやばいやばい、あー、やばい。装填完了、次はどこに撃てばいい？いやねえ、これ無理じゃない？やばいよやばいよやばいよ。いやー、もう追撃来るじゃん。いや、これ無理だわ。ごめん、みんな、俺死にます。レーザーを目標に照射してくれ、人はやる。分かってる、照射したい。でも激しすぎんだってば。頼む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 、あー、いって、クソが無理だ。あー、もう、これは何？いや、死んだわ。くっそー、ムカつく、マジで。これはムカつく。目的地に到着。でかすぎるな。もう一回やろう。いいぞロボ、座標にぶちかませ。畜生畜生、初めて死んでる人見たわ。嘘でしょ、マジで。やったぜ。無理じゃない？だって装填する、待ってくれ。群れがそっちへ向かった。いや、分かってんだけどさ。いや、これは誰？これで装填中だ、待ってくれ。頼む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 。装填完了、オッケーだ。いつでも撃てる、いつでも撃てる、いつでも撃てる。よっしゃ、オッケー。公開寸前ってとこだな。おー、死んだ。せかすなよ、リロード中だ。オッケーオッケー、いいね。やつらだ、ここまでだ。まだリロード中ね。やばいやばいやばい、リロードしてもらって、リロードしてもらって。ナイス。次はどこに撃てばいい？やばい、ちょっと待ってね。これを装備する。はい、オッケー。はいよ、
邪魔だ。どけ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 。刺激してるんですか。いやいや、ちょっと待って、追い詰められすぎてやばい。やばい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 。いやもう何が何だか分かんねえこれ。おお、危ねえ。なんでこれ。いやいや無理じゃんだって。ポイントを指示する。どうやってこれさ、相手を落ち着ければいいの。だって多すぎるやん、どう考えても。ちょっと待って、ちょ。おお、コメント見る暇がねえ。閃光弾、爆弾を使うね。なるほどなるほど。よくやった。ああ、勝った。金庫はあの下だ。勝ったわ。いやー、お恥ずかしいところをお見せしました。もう下手くそで、すごい皆さんもモヤモヤしたことでしょうけれども、これ2回目ですけどもね、大体僕は2回目なんですね。本当にお恥ずかしい限りでございます。おめでとうございますと、ありがとうございます。汗が止まらんでござるよ、本当に。なんてことよ。でも物資も全部集め終わった。あれ、これどうやっていくんだ。こっちか。よし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 、いい感じ。2回目の男、そう、2番目の男でございます。あれ、こっちじゃない。え、どっか行くんだこれ。壊したけど、ん、勝った。あ、え、これな、え、何、どうすんの。いや、脇寄せはやばいよ、ずっと。壊したけど何をするんですか。次ミランドン、はい。違う、黒いところに沿って。ん、うん、どういうこと。爆発させたところの地下に降りるところがあります。はあ、あ、これか、これな。地下へ侵入する。えい、お前たちは地上で待機しろ。えい、隊長、村の金をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、頼むから一旦セーブポイントねえかな、マジで。こっちが原種です。マジで霧のいいとこまでって思ってんだけどさ、終わらせてくれないんですけど。マジでトイレに来て。貧困を守る万人か。ロボ、少し手こずってる。いて、お前の手を借りたい。いて、いて。天井が開いている。そこから撃て。そっちへ移動する。それまで死が。リロード遅いんだよね。うわあ。え、ちょっと待って。ホーミングのエイム上手くね。ちょっとマジ休みてんだけど一回。ねえ。休みてんだけど。いやー、休みてよ。やばすぎよ、ぶね。ああ、ロケーターで指示する。また。ね、なんで当たんねんって。こいつじゃないの。聞いたか。どう。このロケーター使わずに普通に銃でやらんか、銃で。いやー、もうだから当たるやん。閃光弾で動きを止めましょう。これか。あ、装備してもろって。装填中だ、待ってくれ。装填完了。いや、遅くねえ。なんでこのタイミング。でも撃てる。
らお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 らいいねいいね。これさ、ショートカットこっちの方がいいんじゃねえの。おせかすなよ、リロード中だ。早くして。あ、死んだわ。ああ、閃光弾めっちゃええやん。お前たちは上で待機してろ。閃光弾めっちゃええやん。これよ、これこれ。わーお。はい、勝ちもしたと。これはもう皆さんのおかげですよ、完全に。ありがたい。ありがとう、ありがとう。助かったわ。ミランダがミアに化けてたなら、本物のミアは生かしておく理由もないだろうな。まあもう殺してるでしょうな。だがわからないな。ミランダはどうやってローズのことを知った。あのさ、金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。ちょっとあまりにも休憩なさすぎてイライラしてきたんで、一旦トイレ休憩挟みますね。一旦トイレ行ってきます。すいません。トイレトイレトイレ。はい、ただいまー。よいしょよっしゃ。じゃあ今日はこのクリス編をうまいとこまでやったらおしまいにしようかな。あったぞ。これだ。これが金庫か。やばい、金庫です。ただいまー。どうもどうも。ただいまー。こちらアルファ。こちらアルファ。金庫を発見した。金庫、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 金庫。ああ、ようやくな。おら、原始的。めちゃめちゃ原始的じゃなかった。さっきまで最新鋭の機械使ってたのに。ミランダがまだだ。ミランダをやらなければ。蹴りをつける。うい、このまま進む。進め。マジめちゃめちゃこれクリス編長そうだな。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。手を出すな、絶対に。だから言ったところで遅いが、さんには全て話すべきだったな。いや本当よ。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。イエーイ、カイト。イエーイ、I am カイト。イエーイ、どうもどうも。さあ、これはミランダの研究室。ミランダの研究室。あ、これはカドゥ。カドゥ出た。カドゥ、こいつで BOW を操ってるのか。ボウ、ボウをね。
これは？お、はいはい。カール・ハイゼンベルク、カドゥ適合率極めて良好、知能に問題なし、胸部にしびれ炎などの強電魚に見られる発電器官と同様の臓器が形成されている。この器官は脳神経と直結している。脳を通じて全身の神経網に電流を流すことで自身をコイルと化し、周囲に磁界を形成、磁力で金属を操作することが可能。優れた個体だが、エヴァーの器には不適。なるほど、ハイゼンベルクさんすごいね。X 面でね、校長先生がこんな感じの能力でしたけど、かっこいいわ。磁力夢あるよな。ドナ・ベネディエント、カドゥ適合率良好を、知能に問題はないが重度の精神疾患あり、肉体的に普通の人間と変わらないが、特殊なシグナル物質を分泌放散することで特異に感染した植物を操作できる。また特定の植物の花粉を吸引させ多生物に幻覚幻聴を誘発させることも可能。ただし精神的に未発達であり、愛用の人形に自身のカドゥを株分けし遠隔操作している。エヴァの器に不適。なるほどなるほど、人形屋敷の人ですね。でこれは、お、うわ、ミランダ、あ、違う、ミランダ当てるわ。これ胎児ですね。自分の子供をうんぬんかんぬんするために頑張って研究していたってことかな。そういうことなのかな。あ、これもある。はい。てれんてんてんてん。サルバトレモロ。カドゥ適合率やや低い。著しい知能の低下が見られる。カドゥによる内臓組織の変質が激しく、エラや浮き袋に近い臓器が形成された。魚類に近いから対抗像を持つかな。うん、また不定期に細胞分裂が暴走し、巨大な魚に似た水性形態に変異する。この変異は本人の意思では制御不能。あ、そうだったんだ。血管が多い。エヴァの器には不適。はあ、そうだったんだね。あれ、これさっき見た、これか、ほい、あ、ドミトレスク夫人。はい、カドゥ抵抗率極めて良好、知能に問題なし、新陳代謝の増加が著しい。外傷を受けても瞬間的に組織を再生し、爪を短時間で成長させることもできる。代謝向上に伴い体の巨大化が見られる。ああ、そういうことだったんだね。特記事項として、先天性の血液疾患により定期的に他者の血を経口摂取する必要あり、また毒物などで代謝バランスが崩れた場合、細胞分裂を制御できなくなる懸念もある。優れた個体だが、エヴァの器には不適。へえ、わあ、みんな不敵だったんだよ。だから最初からもうどうしようもなかったってことだよね、これね。あら、これ研究ですね。ミランダ、我が子ミランダ、このような形で再会となる非礼を深く謝罪させていただきます。本来なら再び村を訪ね直接ご報告すべきところ、雑事に暴殺されて、それもままなりません。あるいは悠久の時を生きるあなたのことです。雪道で死にかけていた医学生のことなどもはや覚えていないかもしれませんね。長いぞ。15年前村で過ごした日々は私たちの人生で最も啓示に満ちた時間でした。あなたの研究成果には圧倒されるばかりで、生物を感染させることによって変異させる発想には稲妻のごとき衝撃を受けたものです。これこそなんだろうね、こう、なんでしょうね、この研究者の文の長さ、これこそ人類の工事への進化という私の理想を体現する手段と確信しました。二度の世界大戦を経てもなお次の最終戦争を迎えようとする人類を見るに、今もこの考えは少しも変わりません。ただ私はあなたと毎夜語らう中で、あなたとの決定的な違いに気づきました。あなたの目的は一人の死者の復活、私が目指すべきものは人類全ての進化。つまりあなたの研究する菌類では私が求める爆発的感染力は実現できないです。やはり先行のウイルスこそ手段にふさし、それが私はあなたの求めた理由です。別れを告げなかったことを後悔しております。思い出話はこれぐらいに長い。お便りを差し上げたのはあるご報告のためです。私は進化の鍵を見つけました。アフリカの奥地に眠る始祖たるウイルスを、研究基盤となる企業も友人たちと報告する予定です。会社の名前はアンブレラ・アネタと語られたあの洞窟の紋章が由来です。いよいよ我が理想に実現が迫りました。あなたに成果を見せできる海の海のスペンサー。スペンサーが村に。そういうことなんだね。バカな。なるほど、アンブレラ社の起源がここにあったということですね。はい、各シリーズでアンブレラ社といえばもう暗躍している全ての事件の裏にいた組織でございますけれども、お、かわいい。また長い。私はエヴァ、100年前は母さんはスペイン風邪からあなたを救えなかった。あの時母さんは何の能力を持たない女だった。でもやっと金婚にとらわれたあなたをこのように蘇らせることができる。生命力を試すためにローズを金婚の制御機たる聖杯で復元し、そして金婚と融合させる悲願の儀式がついに実現するのよ。あなたを失った後、死に場所を探して迷い込んだ洞窟で金婚を見つけたのは偶然だった。流れてる黒いものに触れると頭に膨大な情報が流れ込んできた。ブワワワワワワ、それはこれまで金婚が分解吸収してきた死者たちの意識の残滓。これはすごい、まるでワン・フォー・オールみたいですね。私は思った。金の中にあなたの意識が保存されているなら再び復元することだってできるはず。そう、金庫に適合する器さえあればということでございます。村に戻ると村人どもに金を植え付けて母さんを崇拝するよう意識を操作した。怖いわ。その方
が人体実験を行うのに都合がいいから、うわ自分の都合だけですね、器を作るため何百人も実験に使ったは殺したということですね、効率化のために、戦中からカドゥという感染を媒介する寄生体も作ったけれども研究はうまくいかなかった、うまくいかないんだね、割にオルチーナみたいな反適合例もあったけれども、ほとんどは理性のないライカンになり果てた、そういうことだったんだ、あれ失敗作だったんだね全員ね、はいはい、研究協力したいという組織に金とあなたの範囲を提供したこともある、結果は出来損ないのエブリンだったけれども、エブリン、あそういうことだったんだ、セブンはもうここから始まってたわけだ、でも奴らからローズの情報を知ったのは収穫を求めていた器だと確信したわ、妨害もあったけどローズの検証は済んだ、いよいよ研究が完成するのエヴァ、私はお前が、ま、母さんは、お前が待ち遠しいという、本当に娘のために頑張ってたわけだエブリン、あ一人だけちょっと頭歪んじまってるけど、自画像ですね、自撮りです、自撮り、読みすぎて頭がくるく、わお、ミーア手を挙げろ、アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる、まだ採取場だ、何かの準備をしてる模様、本物のミアだ、本物なんだな、何を笑ってんだよ、ミア。どうしてここに？いつから？突然捕まって、いろいろと検査された。まあローズを産んだ個体ですからね。ミアウィンターズ。そう。ああ本人だ。そっちの状況は？わあ、イーサンに合わせてやりたかったよ。任務を優先しろ。俺はこれから。背を向けちゃダメだ、ミアに。待って。ここに置いていくつもり？当然だろうが。約束したはずでしょ。私たちのことを守るって、すべてあなたの言う通りにした、こっちに引っ越したのだって、家族と一緒ならそれでいいと思ったから、お前の家族死んだで、ねえ答えて、夫は今どこにいるの、天国、私の娘はどこ、ミランダの元、もういない、もういない、死んじまったよ、救えなかった、だがローズは生きてる、バラバラだけどな、おっとおっとっとっとと、来い、ここももう危険だ、守れるかどうかは分かんねえけど、いないってどういうこと、死んだんだよ、死んだ、死んだ同じこと言ってら、残念だが今は逃げるんだ、この村を爆破しないと、ダメ、違う、死んじまったよ、隠し通しておきたかったけど、まだ隠し事は、ほらな、隠し事があんだよ、ミアはいつもこうなんだから、あなたは彼が特別だってことを知らないの、お、イーサン生きとるで、これイーサン生きとる、イーサン生きとる、これイーサンは特別ってわけこれ、あ、ほらイーサン生きとる、イーサンは生きてます、天国じゃないです、この雪原におります、いやー、イーサン、イーサン良かったです。いやー、危ねえ危ねえ。エブリンか？誰かいるのか？どういうことだ？銃は？寒いだろうな。どこだ？俺はどこにいる？あー、イーサンいい声。どうしてこんなとこに？急に。くそ。怖いそうだ、大丈夫、凍えても多分ね、君死なないわなんかミアの実験台にされてる可能性がある くっ、めまいが、うわバカみたい、お前、エブリンか、エブリン、どうしてこんなとこに、お前は死んでる、どういうこと、死んでる、そうか、俺はミランダに殺されたんだ、俺はローズを助けに行かなくちゃ、違うよ、え、ミランダのせいじゃない、え、お前はずっと前から死んでる、何言ってるの、え、何、モロフさん、どういうこと、モロフさん、あ、モロフさん、どういうことですか、詳しく、ちょっと今死にかけてて、ミランダに殺
あの死にかけててちょっと頭回らんで、ちょっと分かりやすく言ってもらっていいですか。具体的になんかこうちゃんとした言葉で言ってもらっていいですか。あの分からないんで、あの本当に傷ついてきたっていうのに、うん、まあなんか死ななかったもんな俺。思い出して、はい、ああ、3年前のあの日、はい、レイカー邸で、あ、そうだった、頭潰されたんやった、ジャックに殺された、そうそう、俺ね頭潰されたんよ。お前はとっくに死んでたんだ。はい、すんだから、ありえない、じゃあどうやって俺だから動けるはずがないんだよ。でも動いてた、ずっと言うな、ずっと動いてた、ないない、わかる、ふざけるな、くそ、銃はないんか。じゃあ今までの俺はローズがエブリンよりめちゃめちゃ強い。ローズ、うん、俺は、あ、立ち上がれ、あ、え、あ、右手、分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。あ、菌類ってことか。俺菌類やったんや。お前はもう二度と家族には会えないよ。あ、キノコと一緒です、どうもキノコです。俺の家族ね、キノコ大家族ね。ダメだ、ローズ助けないと。いや、娘よ、なんだろうな、お前はもう死んでる、体がどうあれ人としての意思を持ってたら私はそれは人だと思うんですけれども、知能と心を持っていれば僕はもうそれは人と一緒だと思うんですけど、必ず助ける。そうだよ、愛があるんだ動物には、金とはいえ、いやでも道理で頑丈なわけですよね。ねえ、頑丈すぎるとは思っていたんですよ。どう考えてもまさかキノコだったとはね。いや驚きました。ようやくお目覚めですか。おお、デューク。ここはどこだ。どこです。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。ああ。いや、デューク、助けてくれんだ、最後には。ハイゼンベルク教とは激しい戦いでしたな。後頭部あんな感じなんだね。ミランダまで現れるとは。うん。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。うん。デューク、頼みがある。うんうん。ミランダのところへ。おっしゃ、お願いします。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。すごいな、デューク、マジで。デューク、このまま最後まで味方であってほしいわ。しかし、よろしいのですか。何でしょう。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。え、ああ、分かってる。分かってんだ。まあさっきね、エブリンに言われたからね。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。ああ、菌類じゃないの。なんかあの後ろから見てる感じはキノコっぽいですけど、頭ね、マッシュヘアでね、うん、ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。ああ、できてるさ。悲しくなる。急がないと。もうここではない、祭祀場だもんね。祭壇、あれ？ここか、ここまで行けんだな。おーおーおー、あ、なんかいろんないいものが、わーい。
あ、セーブポイントもある。セーブポイントもあるな。え、これもしかしてさ、これ終わったらもうゲームクリアになります？ちょっとここだけ教えてほしい。あの、この先もちょっと続くんだったら、今日はここまでにしようかなと思うんだけど、これで終わるんだったら、一応もうこのまま行っちゃおうかなって思うんですけど、どうです、有識者の方。あ、クリアなんだ。じゃあ行くか、行っちゃうかね。えこのまま行くとするか。行くとしましょうか。じゃあ、あ、デュークのとこで買い物できる。あ、買い物しよう。デュークさんが哀れみの目で見てくる。どうぞ念入りにご準備を。はい、もう全部打ちまおう。葉巻、これで、これ全部打ちまおう。おお、これは機械と命のアサンブラージュ。ハイゼンベルク教の鼓動を感じますな。そうでしょう、そうでしょう。全然何もバフできないわ。ああ、ダメだこりゃ。武器カスタマイズ。ん？これか。めちゃめちゃ金あるじゃん。何もできました。全部強化できるわ、これ。そしたら。勝利は黒鬼の。ちょっと待って。これ買おう。アイテムスロットがいっぱいだ。よし。これで威力を試すのが楽しみで。そうだね。楽しみかもしれんし、楽しみじゃないかもしれん。それはわからん。ウルフスペイン。はい。おー。はい。お。これマグナムあったらなんか早く進みそう。どうか。お気をつけて。わあ、ありがとう。うわ、なんか嬉しいわ、ちょっと。なんか嬉しいわ、ちょっと本当に。マグナムの弾もそれなりにある。あとはパーツは？オッケー、行ってみようか。よし、行こう。で、これじゃなくこっちにしよう。オッケー、行ってみよう。いやー、よかった。あ、回復薬。デューク、ちょっとごめん、もう一回ごめんね。もう一回かわして、ごめん。これは最後のチャンスですぞ。あい、あい、あい、頑張ります。もうこれいいや。どうせバフできねえんだったらもう。これでいっか。ショットガンの弾買っとこう。スナイパーライフル好きだから買っとこう。面白い選択です。よし、オッケー、行こう。あなたとはとてもいいビジネスができました。よし、行こう行こう。これだけありゃ倒せるっしょねえ。走れねえ。レッツゴーレッツゴーレッツゴーゴー。邪魔をするな、邪魔をするな、どきな。ああ、もうどきな。走れ走れ、先に進まないと。どけ、かわいい。よし、行くぜ。私の愛しい娘。いや、どうしてこんな風になっちゃったんだよ。愛が歪みすぎちったんだな。なんかこれで蘇らせた子供でいいんかと。それ俺と一緒やで、それ。木だぜ。どれほど会いたかったか。キノコだよ、それ。キノコ、それキノコだよ。なんだ。お私の力が奪われていく。おーい、ローズ。
ローズだよね。ローズキノコだよね、これね。力が奪われてる。興味深い。やはり普通の人間ではないか。どうもキノコです。さっさとローズを返せ。返せ早く。もうそのローズがキノコになったことによってこれで明治ともに親子。うわおおら。ああああ、近い近い近い。生涯を費やしてきたのか。何にそれを奪おうというのか。見えてんのそれ。前それ前見えてる。うわ、我が大願がなされる時が来たのか。うわあ、いい勝負。ローズはこの私のもの。いやあ、俺もこういう芝居してマジでかっけえ。わお。お前の役目は終わった。我が偽りの子らを始末し、王たる貧困を目覚めさせる。なるほどね。ローズのことなら何も心配はいらない。私は真の幸福を与えてやる。だからお前は、これは撃ってれば死ぬかな。永遠に。うわ、いって。一撃死。もう帰るわ。すごっ。一撃すごいね。おもろ。これは死にゲーだわ。よし、行こう。これはどうしようかな。かわいいエヴァ、私の愛しい娘。もうとにかく逃げ切るしかないんだね。スキップするわ。お前の役目は終わった、ウィンター。はいはい。我が偽りの子らを始末。とにかく逃げ続ける。大いなる貧困を目覚めさせる。はいはい。相手の動きを見る。私は真の幸福を与えてやるから。動きを見ていこう。だからお前は安心して死ぬ。永遠に。お前だけは許さない。子を愛する気持ちはお前にも分かるだろう。私とて同じこと。どうして分からないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない。俺の子だ。やばい。頭を狙いたい。できれば貧困が絶望の淵にいた私を。強え、マグナム。この素晴らしい力を授けたもうたのだ。いやあ、そうだ、貧困のせいでイカれたんだ。そうだよ、俺も体がイカれちまった。あ、ミスった。あー、くそ、エイムがしんどる。うわ、やばいやばいやばいやば。ちょっとショットガンの弾邪魔だな、これ。お前も死んで貧困の中を漂うのだ。元気が良くてよろしい。暗い怖い、狭い、どうしよう。うわー、どうしよう、この野郎。ああ、怖っ。もうちょっと、何、モニターがいかれた。私は我が娘を必ず取り戻す。どこ見え。うわ、死ぬ。いや、死んじゃいますから、それマジで死んじゃいますから。うわ。
ああ、頭に当たらん。やばい。ローズを手に入れてどうなるというのだ。ローズは俺の娘だ。ふざけるな。ああ、ちょ。え、何？え、何？回避できないやん。おら。ちょ分かった。おお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 おでもこいつ何百人も殺しとる。あー勝った。あ、ローゼ。大丈夫だ。ローゼよかった。よかった。ローゼ、すまない。ここまでみたいだ。イーサン。おいイーサン起きろ。まずい。クリス、イーサン、やったな。やつは終わった。終わった。俺も同じらしい。もうダメだ。腕がもう。イーサン、逃げるんだ。ああ。なんとかできるかもしれない。まだ。ああやばい。ローズを握ってる手もどんどん朽ちている。あれ、なんか大きくなってませんか？おう。あれ本当に終わるのかな。止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。いやー、イーサンも髪ももう許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい立て。おい。もうダメなのかな。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。いや、芝居が良すぎる。あんなに憎かったのに、もうクリスが強くない。クリスが好きになっちまう。チクショウ。ああ帰ろう、イーサン。あ、来て、ローズマリー。いや、これはやばいって。イーサン、そんなボロボロの体でダメだよ。いや怖いよな。死ぬのは怖い。ローズ、出せ。離陸だ、急げ。待って、イーサンはどこ。
急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ、置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。マジかよ、私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。うわあ、イーサン、今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、いや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 、クリス、あなた何をしたの。彼は死んだ。クリスが一番悔しいよ、こんなの。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。え？BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。え？奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。まだ続くんだ。付けを払わせてやる。本当だよ、 BOW のせいで。ローズは救えた、でもイーサンが救えなかった。あー、これにてバイオハザードヴィレッジ終了。マジかよ。いや、楽しかった、めちゃめちゃ面白かった。結構ね、プレイスタイルとしてかなり茶化しながらやってしまったんですけれども、いや、ストーリーはめちゃめちゃ、これセブンやってるともう本当にやばいなって思っちゃいますね。っていうか、もうなんか今までのシリーズの中でも前作との関わりがめちゃめちゃ深いような、そういう気はしますね。まあ PS4 から PS5 っていう新しいコンシューマーになっていく中で、そのコンシューマーは変わってもバイオの世界観は全然こう統一されているっていうか、ストーリーとしてつながっているんだよっていう、なんか強いメッセージを僕は勝手に感じていますね。はい、いや、素晴らしかったですね。多分ね、この先のエンディングはね、みんなと一緒には見るとあれなのかなっていう風に思いますんで、ちょっとね、ゲーム画面はここまでにしようかなっていう風に思っております。いや、申し訳ないんですけども、これはこっから先のエピローグが知りたい方はぜひともご自身でプレイしていただいて、まあ見ていただければなっていう風に思います。これはね、いわゆる許諾を得ている配信なので、まあ、そこら辺のね、まあ、気遣いは必要なのでね、まあ、今後チャンネルをやっていく上でっていうことで、すみませんが申し訳ないですけれども、はい、こういう感じでやらせていただきたいというふうに思います。ということで、ここまででございます。はい、ということで、バイオハザードヴィレッジ、ひとまず大まかなストーリーをクリアできました。これもね、見守ってくださった皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。みんながいてくれたからこそここまで来ることができました。本当にありがとう、本当にありがとう。またね、こういう機会がありましたらよろしくお願いします。ということで、結構長いことやってしまったので今日はここまでにしたいと思います。みんな本当にありがとう、ありがとう、ありがとう。だいたいこれで3時間半ぐらいやれたかな、3時間半ぐらいやりましたんで、皆さんもゆっくり休んでください。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またねー。